この USB メモリーの中にこんな感じになっていますとですね。でこの JS ラブなんとかってやつが予習してきてくださいって言ってたやつ のウェブ資料だとか元々の原稿ということになります。で使い方としては PDF 開いてキーワード検索するとかそういう感じで、まあ、うまく使っていただければなというふうに思います。で、今日の話の内容はですね、Linux 基礎で元々の予定としては LS とか PWD っていうところから始めようと思ってたんですけども、 TA の、 募集状況が非常によろしくないということとかですね、あとやっぱり真面目に勉強しに来る人はやれって言ったことはちゃんとやってくるんですね。そしたらもうよりどんどんアドバンスな内容にいけるんで、まあ、むしろやっぱりそっちの方を思考していった方がよっぽど皆さんにとって有意義だろうという、そういう判断でかなりの予習を皆さんに要求したということになります。で今日は24日以降で用いるデータのコピーとかプログラムのインストール作業、これも受講生から多くの要望があったことになります。で今日は多分2つか3つぐらい確かプログラムのインストールをやったと思います。で乳酸菌学会の連載第4回のウェブ資料 W の 6-5 でしたっけ、あたりまで予習してきてくださいということをしてたと思うんですけども、それ以降の一部を今日やろうかなというふうに思います。で今日は90名ぐらいが多分来てるはずということになりますね。でいろいろ失敗してもですね、おそらく大丈夫です、おそらく大丈夫で、皆さん ISO っていう拡張子がついたファイルから BioLinux8 のインストールをやった時に結構1時間ぐらいかかったと思うんですけども、実はですね7月22日に昨日までの環境構築済みっていうもののファイルとか、今日皆さんが一連の作業を行った後に環境を構築できるじゃないですか、プログラムにインストールができたりとかっていう状況だと思うんですけども、そういった環境は実は構築したものを用意してるんですよ。それが何を意味するかというと、なんかいろいろ不具合が生じたりとか設定ファイルを間違っていじってしまってどうにもならなくなったっていう局面に出てくるんですね、遭遇するんですよ。ですからそういう場合にもう環境を再構築実はできるということなんです。でそれをやるのがこの紙ベースの BioLinux8 の OVA を用いたインストール Windows 版っていうやつを後ろに配っていたと思うんですけども、その手順通りにやっていくと5分10分で元の今の状況ですね、仮想環境の準備ができていたりとか、あとは乳酸菌の100万リードのサブセットのファイルですかね、そういったものが今皆さんあるっていう状況だと思うんですけども、そういったものが全て準備された状態のものが5分10分で環境構築ができるという、そういうやり方がこちらに書いてあります。ですから失敗してもそれぐらいでまた復旧できるということなんで、積極的にダメだって思ったら速やかに OVA で再インストールするというのをやっていただければなというふうに思います。まあ、こういったところも我々側の努力ということに。でそれはですね USB メモリーで白色の USB メモリーをもらった方は見てるかもしれないんですけども、この BioLinux 関連のところを開くとここにですね、まあ、元々の ISO ファイル、これで皆さんインストールしてもらったんですけども、これ以外に23日までの OVA ファイルで大体5ギガぐらい、OVA ファイルで推奨はこのハードディスク150で皆さんやってもらったと思うんですけども、まあ、現実としてはハードディスクの容量が足りなくて50とかそれぐらいにしている方が何人かいらっしゃると思います。で我々としては150ギガのやつを作っておきつつ、一応ハードディスクが50ギガで作ったものも一応あります。ですからそういったものでも対応できる、また7月23日までのやつについてもハードディスクが50ギガ版と150ギガ版というものの OVA ファイルを一応用意してありますので、問題が起こったらこの中から適宜皆さんの環境に合ったっていうか欲しい OVA ファイルのものを自分の PC にコピーした上で、先ほどのインストール手順に従って環境再構築をしていただければなというふうに思います。で今は多分何を言ってるのかわからないっていう方もいらっしゃる多いと思うんですけども、それは問題が起こってから TA さんと相談しながらやっていただければもう大丈夫です。それで
これ本来一番最後の方で言った方がいいかもしれないですけど、一応最初の方でもさーっと言っておきますね。Linux の習得の意義っていうのはですね、やっぱり何と言ってもほぼ全てのデータ解析のボトルネックが自分っていう状況は嬉しいですよね。やっぱりデータ解析ができないから他の人に人任せにするんですけども、その人がなんかちょっと忙しいからとかって言われて、なんかイラーって質問よろしくお願いしますとか言わなきゃいけないわけじゃないですか。でそういった状況をやっぱりもうどうにか解消したいっていうものが皆さん多いと思うんで、まあ、そのために来てるんじゃないかなとは思います。で例えばクラウドベースの Linux を使わない方法でウェブツールとかでやれるのが結構いくらでもあるんですけども、そういったものでは実装されていない新しい出たてのプログラムなんかも結構あるんで、これ使いたいなだけどインストールのスキルがないっていう人もサクサクインストールして利用することができるというのがあります。またインストール済みプログラムのバージョンアップも可能ということになります。でこれは今日一応実際やってもらうんですけども、 FastQC っていうクオリティコントロールの非常に有名なソフトウェアがあって、 BioLinux には、まあ、これのバージョン 0.10.1 みたいなやつがデフォルトで入ってたと思います。でそれにはついていない機能を使いたいという目的があって、最新版が 0.11.3 っていうやつなんですけども、そいつを今日一緒にインストールをして使ってもらうということになります。であとですね、簡単なやっぱり動作確認ができるっていうのも結構大きいんですよ。これ別にこう動作確認なんてしなくていいじゃないかって思う方も多いと思うんですけども、これですね、ここに書いてあるように非常に有名なプログラムにもバグがありますよ。バグがあります。一般にあとですね、リリース直後のプログラムや新規の機能にはバグが多少なりとも存在します。ですからいろんなさまざまな角度で同じようなことを行って本当にこの結果は正しいのかっていう視点を持って物事を見なければいけないということになります。このあたりは後半の方の R とかでもいくつか実例を示したいなとは思っております。そうですね、例えば Linux コマンドで非常に有名な文字列検索コマンドであります grep コマンドっていうのがあるんですけども、こういったものを使ってkmar っていう kmar 解析っていうやつをよくやるんですけども、 NGS のそういったものの解析なんかも簡単にできるとですね。であとはアダプター配列の検索なんかも正規表現っていうテクニックを使えば一気に検索することができるとか、これは乳酸菌の連載第4回のウェブ資料 W12-1 というところで実例を示してあります。それからシェルスクリプト、パール、パイソン、R っていう今日の今回の一連の講習会の枠組みで教えるものなんですけども、これは Linux 上でも動くんです。動きます。ですから合わせ技でいろんなテクニックを効率的に使って自在に解析することができるということになります。それから要素技術ですね、例えばパールの基本スキルがあったら多少のエラーへの対処はやっぱり可能になりますよ。なんかここのラインナンバーになんか問題がありますとかっていうので結構インストールが通らなかったりプログラムを実行しているとそういった類の問題が出てきてですね、うまく動かないっていうことが、ね、非常に多くあるんですけども、そういったところにもここになんかこんな変なものがあるから自分のデータの場合にはここを変えなきゃいけないみたいなことがなんとなく分かるんですね。それがPerl とか Python とか R といったプログラミング言語習得の意義なんじゃないかなとは思っております。では早速始めていきます。テストデータ取得でダブルゲットでやっていきましょうか。 BioLinux 起動していただいて、こういう画面に行きましょう。もう皆さん起動してますか？はい、まだ起動できていない方、はい、もうちょっと待ちましょうか。起動できていない方で困っている方っていうのは後ろ向きで手を挙げてくださいね。何をどうしているのかわからないっていう方は早めに後ろ向きで手を挙げる。はい、お願いします。他、はい、はい、一人、はい、あちら、他、はい、一人手を挙げましたよ。大丈夫ですか？今回 TA さん非常に私付きの学生さんが非常に優秀で日本語、中国語、英語何でも OK ですので。はい、個別対応のみになったので進めますね。ここでまずやろうとしていることはですね、アミリエフ様担当部分
山口先生とアトリブ先生の部分で用いるデータ、ZIP 圧縮ファイルがホゲフォルダの中に入っているんです。で、そいつをゲスト OS のデスクトップに置いて回答するっていう作業をやりながら Linux コマンド皆さんちゃんと習得してますねっていうおさらいをやるというのをやります。で、今スライド7で説明してるんですけども、まず PWD と LS、 これ打ってもう打ってますかね、これね。 PWD はカレントディレクトリを表示するってやつですかね。現在のディレクトリを表示する。ユーザー名が IU の場合はホーム IU になるとですね。で、LS を実行した結果はなんか水色っぽくこう見えてるんですけども、バイオ Linux のこのデフォルトの環境ではディレクトリは水色に表示されるっていうなんかお約束があるようです。で、ここの部分になんか皆さん何か別のものを置いてたりとかすると、ここで見えているものが若干違うということになります。ですから、私のここでスライド上で示しているそのものと皆さんの見えているものは若干違うかもしれませんけれども、解析しようとしているファイルがあるかどうかということと、 PWD で作業ディレクトリが同じになっているかどうかっていう部分をきっちりと認識しながら進めていけば問題ないです。はい、じゃあ CD いきます。スライド8ですよ。で、 CD コマンドでデスクトップに移動しましょうということですね。 CD はチェンジディレクトリの略で、この、ここですね、今1番と2番をやっていて、 CD でデスクトップに移動してから LS をやると Mac Share っていう共有フォルダが見えているかもしれないはずです。 Windows の人は多分こんな風に見えているはずで、 Mac の人がどう見えているかはよくわからないですけども、はい、この時点で置いていかれている方は早めに手を挙げてください。後ろ向きで TA バッチリ貼り付けますので、はい、お願いします。他いませんか。はい、じゃあ進めます。ダブルゲットいきましょうか。これは多分おそらく半分ぐらいが打ち死にされると思うんですけども、これダブルゲットっていうコマンドを使ってアグリバイオのウェブサーバー上に置いてあるアムリーフ .zip をダウンロードするやり方でちょっとやっていきたいと思います。 R 電気配列解析のウェブページに行っていただいて NGS ハンズオン講習会をクリックで、そしてこういうウェブページが出てくるから、ちょっと下の方、今日の7月23日のところにちょっと下の方に移動するということですね。はい、ウェブページのアクセスへの仕方がなかなかここにたどり着けないという方がいらっしゃるはずなんですけども、で、困ってる方は手を挙げてくださいね。はい、困ってそうな人を見かけたら皆さん呼ばれてなくても声をかけて覗いてあげてください。両サイド後ろの方、ペーストしてもいかないんだけど、これが入っちゃったか。いや、それは問題ないはずですよ。あれ、なんか今皆さんなんか若干ざわついているんですけども、ウェブサイトでここに行くまでしか私今説明してないんですけど、ダブルゲットしようとして何かやってハマってるってことですか。じゃ、先進めた方がいいですか。スライド10の、まあ、今皆さんこれをやってるんですか、もうすでに。まあ別にいいんですけど、はい、じゃあこれ選んで右クリックですよ。右クリックね、全部右クリックが基本です。右クリックでコピーして、で、なんだっけ、 ここですターミナル画面上で右クリックでペースト、右クリックでペーストですよ。はい、今左側の画面ではダブルゲットでちゃんと右クリックでコピペができている状態ということになります。おそらく何人かはペーストができないっていう問題に遭遇していると思います。皆さんペーストとかもできてダウンロード終わっちゃってるんですかね。ペーストしてもダウンロードも終わってるぞって人は何人います。ペーストができなくて困ってる方、あ、ですよね、ですよね。これ普通なんです。こんなもんなんです。
理不尽なんですけどいやだからこそ最初の方でダブルゲットでやるやり方も示してるし、ドラッグアンドドロップでやるやり方とか共有フォルダ経由とかいろんな迂回路をそのために示してるんです。まあ、そんなもんです。そんなもんです。今こちらダブルゲットリターンキーを押している状態です。私の環境ではうまくダウンロードができている。結構快適にダウンロードが進んでますね。でこのあたりはアグリバイオのウェブサーバーとかを全部管理していらっしゃいます寺田徹先生という先生がいらっしゃるんですけども、この先生が非常にきっちりとした先生なんで、表舞台には今回こういう枠組みでは表舞台には分野が違うので出てこないんですけども、ありがたいところでございます。はい、他困ってる方、こういう時間帯は全体で私に質問とかしていただいてもいいですよ。なんかあの乳酸菌の牛丼の配列が見てたときに、ある決まった長さで改良があるというんですけども、それは何か決まりがあるんですか？乳酸菌ゲノムを見たときになんか50塩基ずつぐらいとかでこう改良がバスバス入ってるってことですよね。あれはどうなんですか？私は特に気にしたことも実はなかったですけど、人によってなんか60塩基ごとぐらいで切ったりとか、単純に見栄えだけの問題で、まあ、結論としては気にしなくていいとは思うんですけども、NGS のリードとかだとね、なんていうかもうある程度の長さの問題だとザーって書いちゃうっていうのが一般的ですけど、ゲノム配列ぐらいになると、まあ、人ゲノムとかだとね大変なことになっちゃうんで、まあ一定で区切るのが普通で、どうなんでしょうね。データベース、アンサンブルは例えばこうやるとか、なんかそういう場所によっていろんな多分取り決めがあるんだろうと思います。分かる人いますか？多分気にしたことがないっていうことなんだろうと思います。こんな感じのね、軽い質問非常にバカなもんでいいですね。多分暇だと思うんですね、多くの方はね、すでにできてる方はね。そういう時こそやっぱりうまく全体で私に突っ込んでいただければと思います。よろしいですか？個別対応ほとんどいなくなればもう先に進んじゃいますけど、はい、じゃあ行きましょう。メインはこの中央のスライドになります。左側のあっちの方は一応示してるだけになります。でですね、スライド12なんですけども、リターンキーをここで押して皆さんも終わってる状況なんですけども、 -C っていうこの C っていうオプションはコンティニューっていう意味の C ですね。でこれはですね、失敗しても続きからダウンロードできるようにするためにやると。で一回こうリターンキーを押してこけますよね。こけた時にまたもう一回同じコードをやっちゃえばいいんですっていう意味です。そういう時に使えるというものですね。で終了後の状態ということで、今これスライド13で示してますけども、この赤枠で囲ってあるような部分がリターンキーを押した後にこうゴニョ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 って出てるような画面ということになります。はい、で画面をリフレッシュすべくクリアっていうねコマンドを打ってみましょうか。コントロールキープラス大文字の L っていうものでもいいです。こちらでをコントロール L でやってみます。はい、画面がクリアになりますね。スライド15みたいな感じになると思います。こんな感じで Linux コマンドをいろいろと思い出してもらっています。まあ、このあたりは何の問題もないでしょう。スライド16です。私 の、 スライドはほとんど全てがですね PWDLS が最初の方に入っているんですけども、これは今自分がどこで作業をしていて
そこにどんなファイルがあるんだっていうことをなるべく示して全体像が分かるようにしてるということになります。ですからそれは皆さんもですね無意識に打つようにした方がいいかもしれないですね。私はそういうふうにしてます。それでこの3番目のやつですね、 ls スペース -l1 じゃなくて l ですねとすることで詳細情報が見られます。見栄えが違いますよね。見栄えが違う。今画面ではスライド17を示しています。 ls-l まで終わっていない方、終わっていない方、もう完全に置いていかれている方、はい、そちらの方お願いします。 他いますか。あ、こちら、このあたりただの復習なんだからどんどん進んでくれよって多くの方が思っていらっしゃるかもしれないんですけども、私もですね若かりし今でもとんがってますけど頃はですね結構そういうふうにすごく思ってたんです。だけどよくいろんな経験を積んでいくとですね、ものすごくなんか正しくやってるにもかかわらず理不尽な状況で困難な状況になっている方っていうのは結構いるんですよ。ですから多分そういう状況になっているということがあるかもしれないということで、まあ、いろいろ特にこのバイオリナックス系は理不尽だらけなんで、まあ、そんなもんだと思ってください。で今中央の画面ではスライドのやつそのままこう2番のやつ示してますけども、皆さんこれアメリーフジップが見えてるはずですよね。1番でね、で2番で40445616っていうのが見えてるはずで、3番目のところで、このハイフンですね、ハイフンになっていると。でこれディレクトリじゃないからハイフンになっているということになります。そして重要なポイントとしてここにこう書いてないんですけども、特に Mac の方、この Mac シェアの部分を見てください。 Mac シェアの部分のこの辺り見てください。みんな RWX になってますか。 Windows の人もですけど RWX、RWX、RWX の皆さんなってますか。なっていない方は後ろ向きで手を挙げてください。これは共有ホルダーの問題で後で困難な状況に陥ります。あ、結構いますね。今のところまあ大丈夫、今のところ大丈夫ですけども、共有ホルダー問題になります。あ、すいません、今ちょっと出払ってますね。はい、じゃあできてる方中井先生お願いします。最初の方に示した画面の方で示したCH モードで777シェアですよ。 Mac 環境とかで、誰に対してもどんな権限も与えるっていうのをやっておかないといけないです。大したことではないんですけど、 Mac シェアの中からホゲフォルダーをデスクトップに Linux のデスクトップに、移したんですね。そしたらそのホゲフォルダーも共有フォルダーという形で表示されてるんですけれども、これはなぜなんでしょう。これはあまりにもなんていうかパーソナルな状況というような感じなんで何とも言いようがない。なんででしょうね。基本この RWX、RWX になってる人はこういう感じになってるんだと思うんですよ。だから何の権限、あれ Mac シェアと同じようにホゲフォルダーをデスクトップに多分置いてる、置いてないのか、置いてないですよね。ここにこの中にシェアの中にもあるんですけど、それと別に、まあ、ここからドラッグ関係Mac シェアがもともとこういうなんか何でもやってもいいっていうやつなんで、その権限がそのままここにも継承されているってそういうオチなんでしょうね。でそういう場合にこのそういう権限になっている場合はこういうふうに見えるっていう、多分そういうだけのことだと思いますけど、すいません、あんまりしといた方がいい。いや、まあいいんじゃない。ただ問題が起きるまでは放置でいいと思います。すいません、Mac の方で共有これです。前に
てあるんですけれども、ちょっと皆さんそこでつまずいてらっしゃる方が多いようなので、今一度ご確認お願いします。これは暇な特に Windows の方向けなんですけども、 Windows は全部何やってもいいっていうデフォルトの設定なんですね。で Mac はポリシーとして、ここが755になるっていう取得っていうポリシーが、なんかフォルダを作った時にみんな何不自由なくなんか普通に使ってるじゃないですか。でそれはなんていうか結局パーソナルコンピューターとして使ってるからですね。自分だけが何かをやるっていうふうにやっているんですけども、こういう共有フォルダで何かをやろうと思った時に、通常例えば Mac だったら Mac の環境のみで何かをやるっていう状況であれば何の問題もないんです。ですけども今このバイオ Linux っていう特別な環境で何かをやろうとするっていうのは、乳酸菌の連載の中にも書いてあったと思うんですけども、Mac とか Windows のパソコンの中にもう一個別のパソコンを作るという状況になるわけですね。でそうすると別のパソコンのユーザーさんが Mac 本体あるいは Windows 本体に何かをしようという権限を与えるか与えないかというポリシーが Windows と Mac で違うと、そういうことになるわけです、でじゃあなんでこういうことを今更言うかというと、私が普段 Windows ユーザーだからここまではチェックしきれていなかったというのがオチになります。他困ってる人、今手空いてます一人。大丈夫ですか。ここで対応もう少し混乱するかと思ったんですけど、意外に皆さんダブルゲットで取れましたね。すごいですね。半分ぐらいが多分ね打ち死にかと思ってたんですけどこんなにうまくいくとは逆に私思ってなかったです。私を褒めてあげたいなんてね。じゃあ次いきますよ。 LS-LA とかもう暇な人どんどんやっちゃってると思うんですけども、LS-LA って打ってみたら、今スライド18で説明してますけども、このなんか赤枠で囲ったなんかドットとかドットドットってやつが見えると思います。でこれはこの A って何かっていうとオールです。オール全てこのホーム IU デスクトップっていうところにあるファイルの全てを表示させなさいということを書いてあります。これ自体がファイルっていうわけではないんですけども、余分な情報がちょっと情報量が若干赤枠分だけ多いっていう、そういう類の理解でも基本的には問題ないですね。あとドットから始まる設定ファイルっていうものをこの LS-LA を使わないと逆に見えないというのがあります。はい、次いきます。スライド19です。ターミナルの横の幅次第でっていうことなんですけども、 LS っていうふうに打つだけだと LS って打つだけだと、例えばこの1番で書いてるバイオリナックススペースドキュメンテーションっていう、これ一つのフォルダーなんですけども、一つの名前のフォルダーなんですけども、こいつがなんか2つに見えたりとか勘違いしがちになるんですよね。ですけど LS-LA とか LH とかいろいろ打つと、このバイオリナックスドキュメンテーションっていうのは一つのフォルダーなんだっていうことが分かるということですね。ただそれだけなんですけども、このあたりは慣れになります。慣れです。はい、次いきます。スライド20ですね。 LS-LH 打っておきましょう。 LS-LH、 はい、もう打ち終わってますよね。この H というのはヒューマンリーダブルの H、 ヒューマンの H という理解でいいです。でヒューマンが読みやすいということなので39メガというのが読みやすいですよね。桁が大きくなっていけばいくほどわけわかんなくなるんですけども、こんな感じで割とわかりやすく示してくる。でこの3番目の赤枠で示しているように、ファイルのものとディレクトリのもの、シンボリックリンクのものみたいな感じで、そういったファイルの属性情報みたいなものが一番最初の赤枠で示しているような部分で、判読できると。ただバイオリナックスの場合はこのファイル名のところの色分けで大体なんとなく分かるというのはあります。でバイオリナックスの関係でこういうふうに見えてるからといって別のリナックス関係でこう見えるとは限らないんで、このあたりは判読の仕方はこちらでやる方が王道ということになります。よろしいですか。はい、次いきます。
スライド21になります。赤枠のあたりにカーソルを移動させましょう。カーソルを移動させるとメニューバーがピローンって見えます。見えるようになります。でこの状態が何を意味しているかっていうと、結局ですね、今ここで見えてる状態っていうのは、この枠がゲスト OS 内で結局全画面表示でターミナルを開いてるに、まあ、解釈すればいいわけですね。でターミナル画面の移動終了とかなんですけども、今スライド22でいってます。でこの辺りですねを掴んで下の方にググって移動させると、あのこのターミナルのなんていうか GUI だけがちょっとなんかちょっと動くような感じになります。これも復習ですよ、ただの復習。これあのなんていうか Windows とか Mac のパソコン教室みたいな感じのことをあの Linux 版で、バイオ Linux でやってるようなもんです。ただのリテラシーですね、これね。で、まあ、ついでに言うとあのこれもリテラシーですよ。ターミナルを終了したいときは何やるんですか、×を押すんですよ、あるいはここで Exit って打てば終わりますよっていうことです。まあ、終わらせてもいいし終わらせなくてもいいと。次スライド23です。スライド23です。ネットワークの不調なんかでダブルゲットで取得できない局面がよくあります。たまたま今日はうまくいったんですけども、まあ、そうでない場合が普通です。で別の方法を示すべく一旦削除しましょう。これ RM コマンドの復習になります。 RM コマンドで削除しましょう。RM スペース雨とか A だけ打ってタブ保管、タブキーですね、ガンガンタブキーを使ってアメリエフ .zip とかね、打ってる場合じゃないですからね。スペルミスとかでいうのは、まあ、この分野でほとんどありえないですよ、 Linux の分野ではね。ファイルの削除が終わったら LS で消えていることを確認する。削除がまだ終わっていない方、削除がまだ終わっていない方、完全に置いていかれている方、いない。はい、じゃあ次いきます。で次にドラッグ&ドロップのテクニックをしとき、あの復習しておきましょう。ホストからゲストへのファイルの移動っていうのはドラッグ&ドロップで一応できますという復習です。で一旦このターミナル画面を最小化してデスクトップが見られる、ゲスト OS 上のデスクトップが見られる状況にしておきましょう。こういう感じ、ホスト OS、Windows 上では、まあ、こういう感じで今見えてると思います。こんな感じでね。もうこのまま書いてある通り、ホゲフォルダー中のアメリーフチップをゲスト OS のデスクトップにドラッグ&ドロップしておきましょう。で、ここで多分ね、10% ぐらいの人がこけるはずです。うまくいかなくなるはずです。駐車禁止マークになって置けないんですけどっていう方が絶対いるはずです。僕も最初の頃ねハマったんです。行ってる時があるんだけど、何かある日突然うまくいかないっていうことがあってですね、あ理不尽だな、イラーってするんですね。はいはい、お願いします。はい、駐車禁止マークになって置けない方、いっぱいいましょうね。はい、
まあ、ゆっくりやらなくて、ゆっくりやらずにパッと移動させる、パッとそうすると駐車禁止マークがなくなったりします。あるいは一旦ね、これ切っちゃうんです。一旦切って再起動、そうするとうまくいく場合もあります。これ後の方のスライドでも出てくるんですけど、問題はね、ここら辺を通っちゃうっていうのがね問題なんです。ここら辺、ここら辺を通るとなんかね、例えば Firefox のあたりを通ると Firefox でなんか開こうとするとかね、なんかそんなことがあったような記憶があります。なんか変なことが私も起こりました。そういう場合はなんか例えばホゲフォルダー上の方に置いて、上の方からこう上から下にドラッグアンドドロップするとか、あるいは右から左とかですね、こっちの方何にもないんで、そういう感じでいろんなこう対処の仕方をしなきゃいけないっていう、理不尽なんですけどそんなもんです。一番前です、一番前、一番前。他いますか。はい、一人お願いします。こちら、はい、そちらにもいます。もう一人行ってください。佐藤さんあちらです。無理。はいはい。はい、お願いします。できる、やってください。他いますか。ちょっと今何人か多めの方がつきっきりなんで、全体で何か質問ありますか。よろしいですか。すいません、ホゲって何年になるんですか。去年も同じ質問されて、私もなんか、特に気にもせずに使っているんですけど、なんか80年代がなんかのパソコン通信の時やってた人がなんかホゲ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 書いていたらしいっていうのを去年の受講生が解説してくれてました。私パソコン通信とかやってないんでよくわかんないですけど、どっかから聞こえてきたものが多分耳の中に残って、それをずっと使ってるっていう、ただそういうだけの話ですね。はい、多分2ちゃんとかでなんかアポーンとか書いてる人がいたような気がするんですけど、多分そういうノリだと思います。で乳酸菌の連載とかもこうザーってやってた時に、途中で例えばこういう問題うまくいってたのに自分はうまくいかないから先に進めないとか結構いろいろあったと思うんですけども、私も書いてるうちにうまくいってる時はやっぱ気づかないんですね。なんか別のところでなんか同じことをやった時に問題が起こった時にその都度そこで書いたりトラブルシューティングを書いたりしてるんで、順番としてはもっと早く目にこれを書いてもらえればいいのにっていうふうに思ってる方も何人かいらっしゃるかもしれないですけど、私も実害を被らないとなかなかこう書ききれないっていうのが問題としてあります。ただ重要なことは、じゃあ いろんなトラブルシューティングを最初の方に書いたって書いてわけわかんないんですね。そのあたりはすごく悩ましいところではあります、現実問題としては。だからこそ乳酸菌の連載の最初にウェブ資料に一通り全部目を通してからやってくださいって書いてあるの、そういう理由なんですよ。いろんなことが起こる。はい、一人空きました。一人手空いてます。大丈夫ですか。うん、ダブルゲットの戦略、ドラッグ&ドロップ戦略、共有ホルダーの戦略、実用上はどれか一つうまくいければそれでよしということになります。じゃあ進めます、進めます。で、通常はこうサッと移動させると駐車禁止マークにならずに、ゲスト OS 上のデスクトップにアミリ FZIP をドラッグ&ドロップできるということですね。で、スライド28 でもう一回こうターミナル画面上で本当にこれがあるのかというのを確認するすべく、ターミナルをもう一回こうポチってクリックするしてみましょうと。で、そうすると最小化されていたターミナルが復帰されてこんな感じの画面に戻るということです。これが今スライド29に相当します。もう一気にこうバッて見せられても分かんないかもしれませんが、この1の状況ですね、1の LS をした状況で一旦消した状態なんですね。消してるからアミリフジップが見えないと、この1の LS の段階では見えなくて、でその後にさっきドラッグ&ドロップでアミリフジップをデスクトップに置いた後に LS をしているのがこの2番ということになります。
で確かにありますよねというだけの話です。で LS-LH でもちゃんと見えますよねって、で時間が今さっき置いた時間になってるでしょっていうこと。今 TA さんがほとんど心穏やかな状況になってますけども、もうほとんど問題はこれに関しては解決してますかね。はい、復旧できた方もターミナルをやって、LSLS とか、まあ、基本コマンドしか今打ってませんから確認してください。よろしいですか。で最後これでは PWD、 3番で PWD を打ってるんですけども、これはカレントディレクトリを表示させてるだけなんですけども、この4番のところで見えているようにチルダスラデスクトップっていうふうに書いてあり、これはまあ今カレントディレクトリ、作業ディレクトリがどこかっていうことを示しているということですね。今デスクトップで作業してるって知ってますから、あの全体像が分かるんじゃないかなと思います。この5番のところでもこの中学校っていうんですか、よく分かんないですけど、その中でもちゃんとデスクトップで今作業していますよっていうのが一応分かるということですね。でスライド30なんですけども、1番を押して一旦ターミナルを最小化してもいいし、最小化しなくても別にいいです。重要なのはこの2番の引き出しのアイコンをクリックしてデスクトップにたどり着くやり方っていうのを一応教えておき、おさらいしておきましょう。2番の引き出しを押してください。今スライド30いってます。引き出しアイコンをクリックするとスライド31のような状況になっていると思います。で最初に引き出しアイコンをクリックするとホームディレクトリの状況が見えると思います。でこれはホームディレクトリで LS した結果と同じものが見えているはずです。大丈夫ですね。多分あの Linux 習い始めた頃にこのホームディレクトリ上で LS した結果とかって言われても何のこっちゃって思うかもしれませんけど、今多分皆さん分かりますよね、何っていうのがね。でターミナル画面同様にこの赤枠の部分にカーソルを移動させるとメニューバーが見えるんで、また下の方にこうググッとこう移動させてみましょう。そうするとこんな感じになると思います。こういう感じ。これもターミナル画面のちょっと移動させるのと同じノリですね。問題ないですね。はい。あ、そう、それで、あの、スライド32はちょっと若干ややこしい、分かりづらいんですけども、で、後ろに隠れてるこれ、これです、これ。今アクティブになってないですよね。今アクティブなのはこの、引き出しアイコンのところがアクティブになっているんで、後ろの方で非アクティブになっているところをこうポチってクリックするとこういう感じになりますよね。こういうのが引き出しアイコンからターミナルがアクティブになると、こういう感じでうまくあの引き出しアイコンの GUI のやつとターミナルのやつをあの使い分けるという感じになります。これもただのリテラシーです。よろしいですか。はい、で、上の方になんかあのカーソル移動させるとなんかこうギューってこう下にちっちゃくできますよね。それをグググググってやっておきましょうか。ギュッてこういう感じ、こんな感じですね。
こういうのやるとなんかねクラッシュしたとかフリーズしたとかいろいろなことが起こり始めるんですけども、まあいろいろ経験してください。今首都への移動のさせ方っていうのを示しています。こういう感じですね。今小康状態になってますけど皆さん大丈夫ですか？お大丈夫ですか？大丈夫ですね。 TA の方画面を見てちゃんとやれてるかどうか時々チェックしておいてくださいね。じゃあ、コントロール L を押して画面をリフレッシュしておきましょう。コントロール L あるいはクリアコマンドでもいいです。クリアあるいはコントロール L で画面をリフレッシュするとこういう状態になっているはず。はい、でスライド36で示す今示していますけども、また PWD を打って最初の状況、今作業ディレクトリーデスクトップなんですけども、これでこう CD スペースドットドットをやると1番ね、 CD スペースドットドットリターンで、その後に PWD を打つと1個上の階層に移動していることが分かります。でそうですね、で CD スペースドットドットで1個上の階層に上がってるんですけど、実はこの PWD で今見えているホーム IU、 この画面上でホーム IU になってますけども、この場所っていうのはホームディレクトリと同じ場所なんです。ですから本当は別に CD スペースドットドットって打たなくても CD リターンだけでも OK。 今もう一回 CD リターンと打ってみても状況変わらないはずです。 CD リターンって打ってみてください。それでどこにいようがとにかくホームディレクトリに移動せよっていうのが CD そのままリターンね、でそこでもう一回 LS2 番でこう LS をしたら、あのホームディレクトリ上で見えるものがターミナル画面上で見えるということですね。この結果っていうのは今上の方で示しているものと全く同じですよね。このコマンドライン上で見えるものと GUI で見えるものっていうのは基本的に同じものだということです。これは乳酸菌の連載の第2回あたりで GUI 環境からコマンドライン環境へということで、まあ、うろたえろだと、この違いは同じなんだということです。これをおさらいしているだけです。よろしいでしょうか。はい、で GUI 画面上での操作、 GUI っていうのはまあグラフィカルユーザーインターフェースの略で、まあ、こういう一般的なこうフォルダ画面で見えているものがまあ GUI画面上での操作ということを意味するわけなんですけども、こいつをこうチキチキダブルクリックしてみましょう。そうするとデスクトップに移動するんです。デスクトップに移動しましたよね。こんな感じになりますよね。でこのチキチキってダブルクリックが結局コマンドライン上で CD スペースドットドットって打ってることと同じなんですね。だんだん分かってきたでしょ。でスライド38で今示していますけども、の1番ですね、赤い枠で示してあるようにこれホームデスクトップってこう変わったと思います。ほらダブルクリックする前とした後、する前とした後でこういう感じで赤枠部分が違ってるのが分かると思います。違ってますよね。でこういう感じで、あの赤枠部分で、あのなんていうか PWD をやった結果と同じようなものが状況が分かると。だから特に詳細な指示をしていなくても、この画面フォルダ画面上というか GUI 画面上でこのように見えてですね、自分がどこに行って作業しなきゃいけないかというのは一応自分でも確認しながらやってくださいということですね。でもちろん GUI 画面上でもファイルのコピーとか削除というものができます。例えば2番のアミリーフジップをもう一回削除してみましょうということですね。これどうやるかというと、右クリックでムーブトゥトラッシュ、ゴミ箱へ移動っていうふうにやればいいということです。とにかく右クリックですね。基本は右クリックです、まあ、このあたりは何の問題もないでしょう。ムーブトゥトラッシュってやると、ピッてやるとここら辺ね、あのゴミ箱に何か物が入ったっていう状態になってなりますよね。なりますね。こういう感じですね。
はい、で無事 ZIP ファイルをゴミ箱に移動したことが分かるということです。で、午前中最後で共有フォルダ経由の場合じゃあどうするかっていうことなんですけども、うん、連載原稿手順通りだと、そうですね、うん、ほとんどの人はゲスト OS のデスクトップにある MacShare という名前のフォルダーがホスト OS のデスクトップにあるシェアフォルダーと同じものということになります、うん、でダブルクリックでチキチキってやっておくと赤箱部分がちゃんとホームデスクトップマックシェアという感じで変わると思います。でここでは何も見えてないんですけども、それは何も入れてないからなんですね。皆さん何か置いてるものがあったらここに何か見えてると思います。で重要なのは何かが入ってるかで、自分には何か入っちゃってるんですけどどうすればいいんですかとかで、ね、そんなところでうるたれるところじゃないんですね。何が入ってるかは重要ではなくて、単純に申し上げたいことはですね、ホスト OS 上のデスクトップにあるシェアホルダーの中身、今私のこの環境のシェアホルダー、デスクトップのシェアホルダーには何もないから、ゲスト OS 上の Mac シェアにも何もないんだと、そういうことです。同じものです。これが分かっていればいい。でこれがもし違うという状況であったら、共有フォルダーがうまくいってないということを意味します。でいろいろその Mac の方でホスト OS 上で権限設定とかいろいろさっきやってもらった方が何人かいるんですけども、実はこの Mac シェアっていうものはゲスト OS 上で何か権限変更できるようなものではないです。なぜかというと、ホスト OS のシェアを単純にこうマウントさせてるだけっていうか、使えるようにしてるだけなんで、権限の全ての何か変更の権利はホスト OS さんが持ってるんですね。だからさっき Mac の人はホスト OS のターミナル上で権限変更をやったっていうのはそういう理由があります。ゲスト OS 上で Mac シェアの権限を何かやるっていうことは一切できないです。では共有フォルダーでやっていくんですけども、今スライド45を示しています。ホスト OS のデスクトップにあるホゲフォルダー中のアメリフ ZIP をシェアフォルダーにコピー、シェアフォルダーにコピーですね。そのまま別に移動させても、まあ、ホゲの中身がなくなるだけなんで、まあいいですけど、こういう感じですね。今これをコピーで置いた状況なんですけども、ピッて置きましたと。スライド46で置きましたっていう状況になっています。シェアフォルダーに置けてない方いますか？今。よろしいですか。じゃあ次行きましょう。で今置いた直後の状態だと何も見えないんですけども、あれって私思ってですね、でこうブラウザウェブブラウザのリロードみたいなことをやればいいんじゃないかと思って、例えば表示形式を変更するボタンみたいなのを押してみると、ペッてこう見えるようになります。これ表示形式をなんかこうでっかいアイコンからこうちっちゃいアイコンにするみたいな、そういうところのボタンだと思うんですけども、押してみると無事見ることができました。見えていない方いますか？ゲスト OS 上でアメリーフチップが見えていない方、 OK ですね。もうここまでで共有フォルダーが皆さん完璧に使えるようになったということで、私が非常に心穏やかになりました。これ以降ちゃんと何か問題があっても共有フォルダーで、ネットワークに問題があっても何の問題もなくできるということですね。今こういうふうにMac シェア上で見えるっていうことは、当然ターミナル上でも見えるということです。で一回これここではわざわざまた画面リフレッシュすべくクリアボタンをポチッとかやっています。このあたりのテクニックは確か山口先生、アメリフの山口先生が無意識に結構お使いになられているんで、パッと画面が変わったりするんですけども、まあ、クリアをポッて押してるだけなんだなとかいうのを思っていただければいいですね。でその状態でまた LS とかを PWD CD とかここではやってますけども、要はね、デスクトップ Mac シェアにちゃんと移動した状態で LS をやってアミリーフ ZIP があることを確認してくださいよっていうことです。もう CD で作業ディレクトリに置いておくのはできるはずですからね。
はい、これを確認してください。どうですか、皆さんちゃんと見えてますか？まだ見えていない方いないですか？ここでちょっと示しているのは PWD でカレントディレクトリがホームディレクトリの状態で、CD でこういう使い書き方もできるんですよっていうことです。2ついっぺんに階層を降りるっていうこともできますよっていうことをここでは示しているだけです。で、スライド通りだと2のところの全画面表示のところをこうポチッと押しておきましょうと。押すとこんな感じになると、なりますね。で、今アメリーフ ZIP ファイルがどこにあるかっていうと共有フォルダ上にあるわけですね。で、アメリーフさんが私に指示したことは共有フォルダではなくてデスクトップ上に置いて回答してくださいっていう指示を私に出してるわけなんで、私が皆さんに教えないといけないのは MV っていうコマンドでアメリーフ ZIP っていうファイルを1個上の階層、それはすなわち1個上の階層デスクトップですよね、デスクトップに置くということです。これをやってください。もうここら辺は多分ね大丈夫だと思うんですけど、最初の頃は多分間違ったと思うんですけど、コマンドの後ろはスペース空いてアメリフジップの後ろはまあ点々、これスペースドットドットリターンですからね。でその後に LS を打ってるんですけども、今ここでやってるのは MacShare にあった AmeliefZip っていうファイルを1個上のファイルに移動させなさい、コピーじゃないですかね、移動させなさいっていうことをやってるわけです。だからこのコマンド MV コマンドを打ち終わった段階で AmeliefZip さんはすでに MacShare にはないんですよ。ないからその後に LS 打ったって何もないっていうふうに出るわけです。それ正解です。あったらおかしい、手続きが間違ってるということです。じゃあどうするか、1個上に移動して1個上に移動して、ね、CD スペースドットドットで移動して LS を打つとアミリフチップがあるはずです。あるはず、ありますよ ね、 ここでね、はい、困ってる方いますか？他いますか？じゃあここでちょっとアンケート、後ろの方の人で特に暑い人、寒い人、寒い人、あ、ちょうどいい感じですか。あ、了解です。はい、ではこの2番の確認した状態、 LS でアメリフジップがあることを確認した状態でここでまた一度 PWD を打って今どこにいるのかと確認してます。デスクトップにちゃんとある。で、この2番のところで unzip AmeliefZip っていうふうに打つ、これが回答コマンドです。 zip が圧縮するコマンドです。これが un 否定形なんで unzip は zip ファイルを回答するというものになります。これを打っておきましょう。タブ保管はガンガン使うんですよ。unzip コマンドで回答しましょう。 unzip でこういう風になってない方いますか？なんか権限がないからできなかったとかって困難に遭遇している方ない？はい、じゃあ行きます。バーッとこう回答された後にこう1番で LS で確認してます。 LS で確認で、そうするとさっきなかった回答前にはなかったアメリエフっていうフォルダーっていうかディレクトリが新たに作成されていることが分かります。その状態でそれがあることを確認してこの2番で LS-LH を打ってみましょう。そうするとアメリフ今さっき回答した状態のタイムスタンプ時間になっていて、まあ、ディレクトリがちゃんとできているということが分かると思います。
そしたら中身をちょっとだけ確認しておきましょうと。今の状況はホーム IU デスクトップっていうデスクトップ上で作業してるんですけども、これで作成されたアメリエフっていうフォルダディレクトリに移動しましょう。 CD スペースアメリエフ、これでタブ保管使うんですよ。アメタブとか押すんですよ。でその状態でアメリエフに移動した状態で LS をやると、こんな感じに見えてれば OK で、ついでに LS-LH でもざーっと見ておきましょうと。まあ、これぐらいのファイルサイズなんだなっていうことが分かると思います。なんか見えてるものが違うっていう方いますか。6個のファイルと1個のディレクトリが見えてるはずなんですけども、そうなってれば正解ですけど、この最終版をもらったのが先週の木曜とかそれぐらいだったんですね。でそれ以前にはファイルの数がちょっと少ないやつを確か公開してたんですけども、その段階でもしダウンロードしてて置いてたりとかすると、この後支障が出る可能性があるんですけど、大丈夫ですか。これ皆さんちゃんと同じようなものが見えてますね。そうなってない方っていうのは多分今日の手順通りにまた改めてやると入れ替わってるはずなんで大丈夫なはずなんですが、よろしいでしょうか。で最後に今日は午前中でダブルゲットドラッグアンドドロップ共有フォルダーっていう流れで行ったんですけども、共有フォルダーってやっぱり便利で、設定がきっちりやりきれれば便利で、さっきホスト OS からゲスト OS にやったんですけども、ゲストからホストっていうものが共有フォルダー系だと簡単にできちゃうんで、やっぱり便利ですね。ですからここのゲスト OS 上でファスト QC のコマンドを例えば実行したりとか、マッピングをやった結果っていうのを自分の使い慣れたホスト OS 上に一回移動させて、そこで作業を行うっていうのことも共有フォルダー経由だと結構簡単できるので便利ですということです。ですからなるべく私とかそうなんですけども、使い慣れたやっぱホスト OS 上で作業したいんで、効率的に解析をこういうのを使ってやってくださいというところで、非常に素晴らしい時間配分で午前を無事乗り切ることができました。午後は IGV ですね、ビューワー系のもののインストール、それから連載第4回の W6-5 までやったから7-1以降の話でこうバーってやって、なんでなんていうか、そうだな、Linux 用でなんかプログラムインストール意義だとかっていうものをちょっと示してもらうと、で違いを一応見てみる。それからゲノムアナリストゥーキットって、これも多分山口先生あたりで使うやつだと思うんですけども、こいつの導入っていうところまでを午後やろうと思っています。はい、じゃあ午後始めましょうか。午後は IGV のインストールをやります。IGV のインストールをもうすでにやってる方ってどれくらいいらっしゃいますか。おお、意外に多い。多分一人の方とお話しさせていただいたんですけども、多分私が無意識になんかこれをインストールしてくださいって多分お願いしてて、それをすっかり忘れてとかっていうようなパターンだったような気がしないでもないんですけども、半数以上がインストールしてないということで、すでにインストール済みの方はすいません。私もキャパ超えながらやってるんで、そのあたりはお許しください。スライド56です。これは連載第4回 WebCOW18 の内容と基本的に同じになります。インストールしておいてくださいって言ったのは23日に、今日参加しない人はインストールしてくださいっていう指示は確かに出した記憶がありますけど、今日参加する人に してくださいとは言った記憶はないような気がすると若干言い訳してみたりなんですが、はい、IGV とかとインテグレーティブとかビューワーとかで検索すればこれ簡単に出てきます。これ やらなくていいんですよ。やらなくていいんですけど、まず、順番としてはレジストレーションやっていただいて、ダウンロードボタンをポチって押して、でこういうページに飛ぶわけなんですね。でこうずっと下の方に行くと、ここにダウンロードバイナリーディストリビューションっていうのがあるん でここ右クリックすると URL 情報を取得できるんです。でそうすると
あとはもうダブルゲット -C とかやっとる状態で右クリックでペーストとかやっちゃうといいんです。で今ちょっとあの左側の画面なんですけど、あの攻撃資料の映像を撮る必要のために一応またこっちで見せますけども、いやこっちでちょっとやってみますね。皆さんやらなくていいです、やらなくていいですよ、これやらないでください。むしろあのブロードの方にみんなでアクセスすると悪禁されますんで。でペーストですよ、ペーストポチってやっとこんな感じに見えますよね。でポチッと押すとこんな感じでダウンロードが進んでいくとですね。1メガパーセックとかそういう感じですかね。45%みたいな感じ、だいたい数十秒ぐらいで終わるような感覚ですかね。まあ無線 LAN でもちょっと途端に遅くなりましたけど、アドリブでやるとねろくなことがないんですけど。もうなんか皆さん何かやってんじゃないですか、やめてくださいよ本当に。なんかすんごい遅くなってきたぞ、なんか怪しげな雰囲気が漂ってきましたけど。はい、ここら辺でもうねやめますね、こっちで見せるのはね。うん、で、まあ、こいつをやると今スライド58でこれリターンキーを押す前の状態で押すと、こうなんかダウンロード途中経過で今ここが 23% になってみたいな。で 100% までいくとこの当時私がやった時の環境だと大体23秒ぐらいで終わるということですね。で終わった後にこれ今23日不参加者に事前にやってくださいって言ってる状態になります。やった後にちゃんと ls-lh で眺めると、うん、確かに igv の zip ファイルが落ちてますよということです。あ、今左側もできてますね。 ls-lh ってやると、うん、こっちも確かに出てきていると1時17分ですね。え、1時17分、あ、これはまあ作った日なんでしょうね多分ね、 zip ファイルがね29メガになっているという感じでうまくダウンロードできたということです。で、今日の皆さん7月23日参加者の方はホゲホルダー中に IGV のチップファイルがあります。でもしあの、お家に帰ってからやれる場合はちゃんとレジストレーションとかをしてやってくださいということですね。で、皆さんはこの IGV チップを、まあ、でドラッグ&ドロップでさっと動かして駐車禁止マークにならないようにしてうまくダウンローズっていうホルダーにドラッグ&ドロップしてください。このやり方はもう大丈夫ですね。この机マークのところをポチって押してダウンロードのところにどうにかして自分でたどり着くんです。はい、困ってる人いませんか。はい、お願いします。他いませんか。あ、はい、質問、メガホン使ってみましょう。ちょっと誰かお願いします、せっかくなんで。こんな感じでメガホン使ってくださいっていうのはじゃありますね。割とあの口近めにやんないと大きくならないで、はい、もっと大きめで、もっと大きめでお願いします。ファイルを探すファイルみたいなものってあります。今ディレクトリでこう探していくので、どのファイルがどこにあるかを頭に入っている場合はこう上がっていって、うん、LS で見て、うん、でやっていけるんですけど、どのフォルダーが多くなっていくと、うん、あの一気に一体が空いてあると思うんですけど、こういうやり方ってありますか。はい、私は結論から言うと、私あの普段 Linux 全く使わないんで分かんないですけど、確かファインドコマンドってやつがありますよね。で、まあ、アドリブでやるとろくなことがないんですけど、孫君あの間違ってたらよろしくお願いしますね。ファインドスペースの、IG とかいう感じで、あ、タブが効かない、あ、そうか、いいのか、
はい、孫君、これはどうすればいいですか。ファインドコマンドで IGVZIP ってやつが今ここにはあって、ちょっと下のことが見づらいかな。今 PWD でここにはなくて、ここには何にもなくて、で find っていうコマンドで IGV なんとかを探すっていうのことをやってもらうんですけども、誰か知ってる人教えてください。find でスラッシュって探すディレクトリを指定して、その後にタイプのネームかなんかでファイルネームだと。ああ、find でまず探す場所を指定するって、どこ全部を探すっていう場合にはどこをやればいいのかな。どこをやればいいですかね。スラッシュ、あ、スラッシュのみ、あ、そっかそっか、スラッシュ、スラッシュで、でハイフンネームスペースでファイル名と、ははは、こんな感じで、あの今スラッシュっていうふうに書いたのはファインドっていうコマンドで探せと。でどこを探すかっていうと、スラッシュだけって今おっしゃったんですけど、それはどういうことかっていうと、あのスラホームスラ IU とかいろいろ書いてますよね。でスラっていうのは一番根っこのところから探せっていうこと、つまり全てのディレクトリを探せっていうことをやってるわけです。でハイフンネームっていうのは、じゃあどんな名前のものを探すのかっていうことを指定するっていう意味で、ハイフンネーム でスペースの後にファイル名、実際に探したいファイルネームと。で今ここでものすごく時間かかるのはどういうことかというと、全てのディレクトリに対してファインドを探そうとしてるからということになります。でそうするとうまくここ探しに行けると、こういろいろパーミッションが与えられてないとかガーって出るのはなんでかっていうと、今は IU っていうユーザー名で探そうとしてる。で本来なんか 見たりする権利がないようなところまで探しに行くと、お前なんか見る権限ないのに何探しに来とんのじゃこらとかっていうような感じで怒られてるのかもしれないということでございますね。はい、はい、でまあこういうふうになんか止まっちゃったらコントロール C とかでなかったことにするとそういうことですね。でどうでしょう、皆さんもこのダウンロードっていうフォルダーに IGVZIP を置けましたかね。まだ置けていない方他いますか。いない。あと飲み物なんですけども、自分の持ち込み PC の上でこぼす分には、まあ、別に好きにやってくださいって感じなんですけど、対応 PC の人はものすごく気をつけてやってくださいね。今録画してるから、まあ、うかつなこと言えないんですけど、P ですからよろしくお願いいたします。はい、で皆さん、今できたという状況で、まあ、例えばこれはホームディレクトリ上で LS やって、今ダウンロードに置いてるから CD でダウンロードに移動して、また LS やって IGVZIP のファイルがあることを確認して LS-LH でもっとちゃんと見に行って、ちゃんとダウンロードフォルダーがあると、した状態のフォルダーがあることを確認しているということをここでは示しているだけです。スライド63です。これは特に問題なさそうですね。はい、じゃあ次いきますよ。スライド64であることを確認したから、じゃあ回答しましょうということです。先ほどもアメリエフさんのやつでやってもらいましたけど、アメリエフ ZIP でやりましたけども、ドット ZIP がついてるやつは ZIP 圧縮されているファイルですから、こいつを回答したい場合には unzip スペースファイル名です。これやりましょう。タバホ感を使ってくださいね。はい、じゃあこのスライド64の3番のような状態で IGV の回答が無事できて、フォルダーがまだできていない方、できていない方、うん、もうだんだんノリが分かってきましたよね。こんな感じでどんどんいろんなものをですねインストールできていくんですよ、簡単に。それで今これスライド65を示してるんですけども、まず1番目に、じゃあ作った今ダウンロードフォルダーにいる状態で IGV 2.3.57 っていうバージョンのものフォルダーに移動すると
移動してもう一回 PWD で確認をして LS-LH で中身を見ているということです。でこの2番で示している IGV.sh ってやつがあのインテグレイティブジェノミクスビューワーという、まあ、プログラムですね。 Java のプログラムの実態ということになります。でこの赤枠の左の方に RWX とついてるわけなんで、まあ、何をやって自分は何をやってもいいと、 IU という所有者の人は何をやってもいいという状態になっているわけなんで、まあ、問題ないですね。でしかしこの3番で書いてあるように IGV.sh っていうふうにこう打つわけですね。そう打ったってコマンドノットファウンドになります、なるはずです。なんで実行されないんでしょうかということですね。でこれがあのその理由はシンプルでパスが通っていないからということになります。ここまで一通りバーッと打っておいてください。はい、では進みますよ。この igv.sh でコマンドノットファウンドにならずにうまく実行できちゃった方っていますか？いない、いない。今カレントディレクトリが igv2.3.57 というところで、そこにこのファイルがあるにもかかわらずそのファイルを実行してもうまく動かないと。でこれどういうことかというところの説明で、本来で本当はあの説明の順番としてはですね、もうちょっと丁寧にいかなきゃいけないんですけども、あのこの IGV っていうやつは後の方でも使うんですよ、結構使うんです。だから多少順番を曲げてでもあの今日の初日の割と前半の方で一通りインストールがうまくいってない、いってる状況にちょっと持っていきたいんで、あのパスの説明はもうちょあのそんなに丁寧ではないです。後の方でもう少し丁寧なものが出てくる予定になります。そのあたり の順番は多少あのお許しくださいということになります。でスライド66でパスが通ってないからじゃあパスを通すということをやります。パスって何とかそういったところはとりあえずちょっと置いときましょう。こういう作業を行ってくださいということにします。丸1のところで sudo スペース ln スペース s スペースを iu ダウンロード igv なんとかかんとか igv.shell っていう絶対パスの igv.shell のファイルをスペースユーザーローカルビンに置きましょうと、置くっていうか、まあ、そのシンボリックリンクを置くというのをやります。この作業をやってください。これもタブ保管をガンガン使って効率的にやります。多分ね3分の1ぐらいの人がコマンドを打ち間違えてハマるはずなんです、このあたりね。何回かあのエラーが出ても上のキーとか下のキーとかを押して以前に打ったコマンドを出して必要最小限を変えてやっていくんですよ。毎回毎回こんなの打ってたらたまりませんからね。上矢印、エラーが出たら上矢印キーで前直前に打ったコマンドを出す、そして左のキーとかをこう押していって、これと違うところを探す。 2,3 回やって問題がわからない方は早めに後ろ向きで手を挙げてください。はい、じゃあ進めていきますよ。スライド今67なんですけども、今この sudo lns って皆さんに打ってもらったのがこの1番のところに相当します。1番のところですね。でその後に igv.sh って打つと打ってみてください。もう打ってるかなみんな。 igv.sh って打ちます。でそうするといろんなあのメッセージがずずら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 って出て1分後ぐらいに igv がパッて立ち上がります。やるのはこの2番の igv.sh 打つだけです。でもしですね、再びコマンドドットファウンドってなったらリハッシュっていうふうなのを打ってからもう一度 igv.sh をやってください。どうですか TA の皆さん、あの皆さん他の受講生の画面 IGB 立ち上がってますかね。多くの人立ち上がってる、立ち上がってる、 OK。 真ん中の方はどうですか、ここら辺どうですか、後ろの方から見て OK っぽいですか。あ、はい、お願いします。この IGB
.sh で立ち上がる前にですね、須藤をやった直後に IGVSH で、この画面上では立ち上が一発で立ち上がってるんですけども、リハッシュしないと立ち上がらなかったって人っていますか？リハッシュやったらうまくいったって方、じゃあ皆さん全員こう一発でリハッシュすることなく須藤をやった後に IGVSH でうまくいったってことですね。ああなるほど。なんかですね、これはたまたまうまくいって皆さんの症例もそうだったようなんですけども、なんかリハッシュしないとうまくいかないっていう局面は時々あります。まあ、それはこちらで書いてあるようにですね、ウェブブラウザのリロードみたいな感じで、この画面全体に設定変更を施すみたいな、そういうイメージで捉えていただければいいです。でシンボリックリンクの説明とかがちゃんとしてないのは承知の上なんです。今ここで重要なのは中身の理解ではなくて、 IGV がちゃんと立ち上がる状況にするっていうことが私の重大なミッションなんで、それをちょっと先に優先させています。で皆さん無事IGV が立ち上がったということで、まあ、起動すればもう基本 OK なんで、もう OK、OK です。まあ閉じちゃっていいです。×ボタンポチって押しちゃってください。でこの後の NGS 解析の項目のところで IGV 起動してくださいって言ったら、IGV.sh って打って起動させるわけですね。シンボリックリンクの今ちょっとスライド66にちょっと戻ってますけども、シンボリックリンクでよく打ち間違えるのは、ここにこう最初にすらがないとかね、すら打ち忘れてユーザーローカルリンとかっていうふうに書いちゃって、そんな場所ねえよって文句言われるとか、そういうのはよくありがちなパターンですね。気をつけてください。で、IGV の終了後の状態はまたなんかぐにゃ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 って文字がガタガタガタって出て、で一番最後の下にコマンドプロンプトっていうか、なんか打ち込んでいい状態になると、こんな感じになってれば OK です。この辺りまでで何か困ってる方いますか？質問ある方いますか？どうしよう、全体で何か質問があれば今受け付けますけど、はい、メガホンお願いします。もうちょっと大きめでお願いします。今多分聞こえづらかった方何人かいらっしゃると思うんであれなんですけど、今ホスト OS に今ここでインストールしたのはゲスト OS です。でホスト OS に入れてアインストールした場合にはどんな影響があるのかという類の質問が趣旨ということになります。結論としては私やってないんですけど、論理的に考えれば何の影響も与えないはずということになります、はい、なぜかというと別の PC だからですね、はい、逆に言えば例えば R をホスト OS にガーって全部入れといて、ゲスト OS 上で R を実は使えるんですけども、使ったって必要最小限のもともと入っているパッケージぐらいしか使えないというのはそういうことになります、はい、よろしいですかね。だいぶもう人が減ったんで、人が減ったっていうかじゃあちょっと進めます。スライド70いきますよ。パスを通す意味についてちょっと説明しておきますね。今ここでは PWD で示してますけども、スラダウンロード IGV2.3.57 という場所です。でそこには LS で示してますけども IGV.sh っていうIGV の実態があるわけです。でそこでこれ別にやらなくてもいいんですけども、 IGV.sh ってやると起動するわけなんですね。で、それだとあんまりなんていうか説得力がないんですけども、
ここであの書いてあるように結局どのディレクトリ上からでも igv.sh を実行できるようにしたいがためにパスを通すということになります。で、今はもう皆さんパスを実は通している状態なんですね。パスを通しているからじゃあどういうことができるはずかっていうふうに考えると、例えばあの CD でスラのデスクトップに移動するということです。でスラっていうのはホームディレクトリっていう意味ですから、ホーム IU デスクトップに飛んでることと同じだから PWD やると1番で示すようにホーム IU デスクトップに飛ぶと。でそこには LS で示すように IGV.sh はないんです。ない状態で IGV.sh ってやって起動するかどうか、パスが通ってるから起動するはずです。やってみましょう。はい、皆さんも多分デスクトップで同じような作業をして IGV.sh で IGV がパッと起動して、あよかったよかったっていう状態になっていると思います。まあそれをもうまたポチってあの閉じておいてください。閉じておきましょう。ここまでで曲がりなりにも IGV のインストールが無事皆さんできたというところで、話題が若干変わるんですけど、その前に先ほどのファインドコマンドのちょっと続き、まあ、後日談っていうかその話をしておきますね。コマンド自体を皆さんに見せてなかったんであまりこう理解が進まなかったかもしれませんけど、ここが実態のコマンドになります。はい、で ここではちゃんとなんていうか実は答え示してね、IGV の今 ZIP ファイルがある状態で、こいつが実はダウンロードにあることが分かっている状態で探しているから、ホーム IU ダウンロード IGV なんとかなんとか ZIP っていうところにフルパスでありますよっていうふうにことを書いてあるんですけども、どうやってこうさっきと全然違うような画面になるかっていうと、ここが違うんですね。ここ何をやってるかというと、ファインドコマンドで先ほどはスラだけだったですよね。スラだけで探した。だけどここでやってるのはニョロが1個ある。ニョロっていうのはホームディレクトリを意味するんです。だから自分が例えば IGV2.3.57.zip っていうのを探したい、だけど自分のホームディレクトリ以下だけで探してくださいっていうことをやる場合にニョロスラってやるんです。そうすると割と検索が一瞬で終わるんですけど、なぜかっていうと自分のホームディレクトリ以下にファイルがほとんどないでしょ今ね。だから割と一瞬で答えが出て、こいつがどこにあるかっていうのを探す目的でやってるわけなんで、もうフルパスで示してくれるのが、まあ、常識ですね。ホーム IU ダウンロード IGV なんとかかんとか ZIP という感じで見えると。で自分のホームディレクトリ直下でもパーミッションが与えられてないような領域がなんか参加証拠の場合はあるんだなっていうことがわかると思います。まあ、こんな感じでうまくファインドコマンドもオプションをですね使いこなすことによって簡単に目的のものをフルパスで示すことができるという、まあ、ちょっとした小ネタっていうか小話でした。ありがとうございます。これは私の当初の講義資料にも入れる予定がなかったやつなんでよかったです。よろしいですかね、これ。まあ、多分統合テレビで後から見えるんで、これぐらいの時間のところを探せばコマンド見えるはずです、はい、でスライド772なんですけども、ここからちょっと当初予定の本当はこう IGV の前にこれを入れたかったところなんですけども、ちょっと心穏やかに私が本来話したい順番で話していることになります。でここで話すことは第4回の W7 の1以降ということで、まずこの後で使っていく FastQC というクオリティコントロール NGS データを、まあ、ゲットした時に後にまず最初にやるプログラムかけるプログラムなんですけど、そいつをちょっと実行してみましょうという話になります。でまずは BioLinux8 にもともと入っているやつ、プレインストールされている FastQC というものを使ってみます。そいつのバージョンは 0.10.1で、スライド73なんですけども、ここですね。これ
トランスクリプトム解析でちょっと別のスライドをいきなりこうパッと出したんで何のこっちゃって思われるかもしれませんけども、まあ、生データは RNA-seq の場合は塩基配列でそいつを最初にかけるクオリティコントロールっていう部分、まあ、前処理マイクロアレイでいうところの前処理みたいなところに相当するようなところですね、はい、ここのあたりのところをやります。アセンブルとかマッピングの前のところですねをやります。でスライド74でまずスタート地点を揃えますよ。予習してくださいといった状況は手順通りにやっていただくとドキュメンツの SRP017156 っていうフォルダがあってそこにファスト QGZ という72メガ65メガぐらいのやつが皆さんあるはずです。あるはず。こういう状況でスタートします。でもちろん自分が好きなデータを解析していいと言いました。ですからそのあたりは分かる方は自分でファイル名を置き換えるなりして解析していただいても構いません。もし同じような状況でやりたい場合には別にこの場所にこだわる必要は全くないですよ。 SRB なんとかかんとかにこだわる必要はない。で同じデータを使いたい場合にはホゲフォルダー中にあります。この2つのファイルがあります。ですから共有フォルダー経由なりドラッグ&ドロップかなんかで、まあ、各自共有フォルダー内のみで解析してもいいしゲスト OS 内のデスクトップにおいて解析してもいいしということで、まあ、そのあたりは自分でやってください。対応 PC はこういう状態になっているはずです。もしなっていなかったら後ろ向きで手を挙げてください。 TA の方今一人余ってますけど大丈夫ですか。誰か、はい、お願いします。あ、もう一人そうか、余りました。じゃあお願いします。他いますか。これはどういう状況なんでしたっけ。IA 総括作ったやつなんですか。これそれとも OVA から。IA です。はい、わかりました。なんとなくざわついてる理由がわかりました。これが BZ2 になってるって人が何人かいるんですよね。なってる人、あれ意外といない少ない。あんまり細かいところ気にしなくていいですはい、気にしなくていいです。 BZ だろうが GZ なかろうが気にするなということです。それ拡張子の種類だから別に ZIP だって多分大丈夫なはず。はい、BZ2 とか圧縮ファイルちょっと GZ になってなくて心配でしょうがないというですね方はですねホゲフォルダー中にこうあるでしょ。これ GZ がありますよね。こいつを自分でなんだっけ共有フォルダー経由からなんかでゲスト OS に移動してそいつで解析してください。まあ、それでまあ安心を得たいのであればそうしていただければいいと思いますけど、いや私個人としては別にこれにこだわらずにいろんなのでやってこういう場合はダメみたいなそういう経験を積んでいただく方がむしろ重要かなと思ってますけど、まあ、それゆえ連載原稿の W7-1 の本体は多分 GZ 確かついてなかったですよね。ついてない。つけておいていろんなバージョンを示した方がいいだろうと思って今回はちょっと気合い入れてまた .gz 版で作ったということになります。であとですねこんな感じで結構ざわついてる時っていうのはなんかこちらと違ってたりとか私がこう勘違いしててですね多くの方が同じ現象に遭遇してるんだけどここと違うからなんか自分だけが間違ってるんじゃないかと思って言い出せないっていうような状況っていうのは割とあります。そういう場合はですね恐れずにというか突っ込んでいただければ大丈夫です。何か違うと思ったらもう積極的にこう声を上げるということですね。はい、ちょっと落ち着いてきた感じですかね。何か今聞いておきたいことありますか。
分かる方はですね GZ みたいなものを作ったりとかして試してみてください。で後でダメだったらダメだ、あそれはダメだったみたいなことを報告していただければと思います。ではいきますよ。これファスト QC っていうプログラムを実行するときに、例えばファスト QC って打つんですけども、これで間違ってリターンを押した場合っていうのをこう示しています。1番でファスト QC って打ってリターンキーを押してみてください。別にこれ本当は間違いでも何でもないんですけど、まあ間違ったと仮定してっていうことです。はい、皆さん意図的に間違っていただきましたでしょうか。こういう画面が右下のような画面になりますよね。なりますよね。はい、でこの状態からじゃあどうやって脱出するかということなんですけども、右上の方に示、あ左上に示すようにファイルメニューからエグゼット、あるいはなんかここら辺にこう×印が出ると思うんですけど、メニューバーを見せて×印を押せば OK とか、まあいろんなやり方がありますので、自分で終了させてください。全体的に落ち着いてる感じですね。でもうあの終了させちゃったら、もうこちらで右下で示すようにファースト QC で打って間違った後で復旧したから、こうコマンドプロンプト入力待ち状態みたいになってますよね。こんな感じで、まあ何事もなかった状態になるということです。であとあの訳分かんなくなったらですね、本体を、まあ、例えばあちらに示しているように、これ今あの仮想環境じゃないですか、もうここら辺ポチって押しちゃって一回も再起動するんです。わけわかんなかったらね、そういうので対処しちゃっても別に構いません。で、ここではですね、じゃあファスト QC ってやつちょっと使ってみましょうっていうところを今やってます。これはあのなんでいきなりこういうことをやってるかというと、まあ、この後 NGS 解析の本番のところでこういうあのプログラムを使うんですね。だいたいこんな感じで使うんですよっていう、ちょっとあのなんていうか前座的な話です。あんまり中身の理解とかそういったところにこだわる必要は全くないです。基本的な使い方は今スライド77で説明してますけども、ファスト QC スペース任意のファイル名ということになります。例えば今ここではこの SRR なんとかかんとか GZ っていうファイルを解析しようとしているわけなんですけども、 SRR まで打ってからタブ保管を使ったりとかするのも別にいいですし、あともう一つの手段としてよく Linux 上でやるやり方なんですけども、これファイル名のところをこうグーって反転させてコピーとかやるんです。で、ファスト QC まで打ってからコピーでペースト、また右クリックでペーストとかやると、あのファイルがペーストされてリターンキーを押すと実行されるみたいな、そんな感じです。今左の方で私の方でも実際に実行させています。皆さんこんな感じでこうチョン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 ってなってますよね。はい、こういうふうになっていない方いますか。まだ、はい、お願いします。はい、お願いします。他他いませんか。もう一人 PA さんいますけど大丈夫ですか。はい、じゃあちょっと落ち着いてるようなんでもう進めますけども、バイオリナックスを我々が何で採用してるかっていうと、特にインストールが必要ないんですね。最初から入ってるわけだから。ちょっとファスト QC 使ってどんな感じか調べましょうっていう時に簡単に実行できるっていうのが大きな。あともう一つ、大体どれくらい時間かかるかっていうことで約20秒ぐらいっていうことを示してるんですけども、これは元々の入力ファイルはどうだったか、予習であの皆さんサブセットで作ってるからお分かりかもしれませんけども、大元は GZIP 圧縮状態かなんかで7ギガぐらいありましたよね。でその中から約130分の1ぐらいのファイルサイズの100万リード、1億何千万リードから100万リードぐらいにして、ファイルサイズは72メガとか65メガとかそれぐらいのサイズにして、それのファスト QC を実行して約20秒なんです。だから大元の130メガぐらいのファイルサイズの7ギガぐらいのやつでやるとどれくらい時間がかかるかっていう、そういう時間感覚は持っておいた方がいいですよ。
でどういうふうにサブセットを作るかっていうと、まあ大まかな目安としては100分の1ぐらいになります。まあ、100メガ弱ぐらいでやるといろんなことを試すことができるんですね。そして、まあ、いろんなことをやって間違いとかアダプター配列が入っているから覗かなきゃないとかっていうのを調べておいて、うまくいくようそうなことを確認して、それで全部のデータに対して適用する。でそういう時に大体どれくらいの時間がかかるかっていうことを、まあ見積もっておくっていうことです。大丈夫ですか。はい。で今スライド79でもうコマンド入力待ち状態になっているんで、今スライド80で示しますけども、 LS-LH を皆さんやってますかね。やってください。 LS-LH でやると、問題ないでしょう。赤枠に相当する部分ですよ。この部分に相当するものが、先ほど皆さんが多分同じものができていると思うんですけども、FastQC コマンドを実行することによって得られた実行結果のファイルということになります。で、一つのこの水色のやつ、これ水色はディレクトリーなんで、一つはディレクトリーができている。で、そしてもう一つは ZIP 圧縮ファイルができています。実はこの中身は全く同じなんですけども、そうか、同じですということです。で、それ でもう一つですね、この3番目のところでまた似たようなコマンドをちょっと打っているんです。で、ここは ls-ls で、まあ、自分が指定したなんかキーワードを含むようなもののみを表示させるみたいなことが実はできる。で、これはどうやるかっていって、 srr まで例えば打ち込んでおいてからタブ保管してください。タブって打つとここら辺で止まります。皆さんやってますか。 ls-lh スペース srr タブ、タブキーを押すって意味ですよ。そうするとここら辺で止まる。直打ちとか絶対やっちゃダメですよ。スペルミスの元ですからね。そしたら止まったところでアスタリスクを押すんですね。止まったところでアスタリスクを打って、でリターン。同じような結果に多分皆さんなっていると思います。ここまでまだ出せていない人いますか。打ち込んでるから手を挙げられないとかそういう状況じゃないですか。今聞いてますからね、大丈夫ですか。はい、じゃあ説明しますよ。この3番のところで打ってるのは SRR616268 サブアンダーバーというから始まるなんかファイルなりディレクトリなりを全て表示させなさいというコマンドになります。アスタリスクってこの後は何でもいいよって意味です。何でもいいということです。で、そうすると本当は何て言うのかな、ここら辺にこう4つ見えるじゃないですか、ね、4つあるんだけどここには3つしか見えてない。で、この3つしか見えてない、これは何かっていうとファイルですよね。圧縮ファイルです。圧縮ファイルで、その後にディレクトリに相当する部分がこの4番の黒枠ので囲ってある部分になります。で、これはディレクトリの中身がちゃんと見えてるということになります。このあたりはですね、ちょっと慣れしかないんですけども、こういう指定の仕方をすればディレクトリの中身まで表示されるという、まあ、経験を積んどいてください。で、この4番で示してあるやつが、あ、そうか、4番、いや、あ、そう、まあ、これはいいです。実行結果ファイルということでいいとして、で、スライド81で、これは何を言ってるかというと、はい、FastQC スペース -h っていうコマンドを打たせようとしてるんですね。ここではこれ打ってみてください。もうこのあたりまで来るとさすがにプログラムスペース
スペースを、ね、入れ忘れるなんて人はいなくなってきてますですけども、で無事リターンキーを押すと、リターンキーを押すとドバババババーっとこうなんかヘルプページっていうかマニュアルみたいなものがバーって表示されて終わりだと思います。終わりですね。出しておきましょうか、こっちの。今左側でもこうリターンをします。ドバッと出ておしまいですよね。おしまい。で、あのまあマニュアルが一気に表示されて何が何だか分かんないですよね。でそういう時はですね、あのパイプ縦棒です。縦棒でレスとかモアで流し込むんです。流し込むっていうなんか曖昧な言い方をしてますけども、要は 1ページずつ表示させるとか、なんていうか一気に流れないようにするっていうことをやります。これをやってみましょう。もちろん、もちろん、ウェア印キーを有効利用してますよね、皆さんね。1個前のコマンドを使って、プラスアルファで縦棒レスを打つだけですよ。スライド83は、レス、ファスト QC-H、スペース、パイプスペースレスリターンをした結果がスライド83です。でこの状態は何をやってるかというと、結局ファスト QC-H を実行した結果は画面上にマニュアルがバーって出るっていうことですよね。でその結果をパイプで流すっていうことは、その結果を何か処理をするっていうことを意味するわけです。でレスって何だったでしょうか。レスっていうのはファイルの中身を眺めるとか、そんなんでしたよね。だからなんかなんていうのかな、ファスト QC-H の結果っていうみたいなファイルをレスで見てる、そういう理解でいいです。あとはレスの使い方通り、これレスの使い方の復習だったかな、あんまちょっと記憶が定かじゃないですけど、はい、でこれはただのテキストエディターみたいな感じに取り上げていただければいいから、上下矢印キーを押してみてください。下矢印キーをバーって押していくと、マニュアルの下の方にバーって移動していきます。今左の方ではあのレスをした、あの流し込んだ結果で下矢印ボタンを押しています。下矢印ダーッて下まで行きますよね。でドーッて下矢印ボタンバーッて押していくと、最後エンドっていう感じになりますよね。皆さんね、一個一個押すんじゃなくてもずっと押しっぱなし、そうするとエンドまで一気に行きます。矢印キーですよ。でまた上矢印キーとか押すと上の方に戻っていきますからね。今左側で示していきますけど、これ上の方にドーッとこう上矢印キーを押すと上に上がっていく、で最初に戻る、でまた下矢印キーを押すとドーッと下に下がっていく、でエンドになると、こんな感じです。であの本当はあの心穏やかな時はあの ちょっとずつ見ながら、あこんなオプションあんのね、あんなオプションあんのねみたいな感じであの勉強していくんです。心穏やかな時はね、うん、通常はあの必要最小限のオプションでいいんですよ。全く問題ないです。なんか必要を迫られた時とか、なんかちょっとゆとりがあって新たなオプションを覚えてちょっと身につけよう、スキル身につけようかなとかっていう時に、まあ、ちゃんと真面目にオプションを見るということに。で私はあの教える側でよく気にするのは、あのメッセージがバーって流れたって皆さんに伝えきれないじゃないですか。だからそういう場合にあの -Q とかいうのがあるかなっていうのを私はよく見ます。でこれはサプレスオールプログレスメッセージゾーン STD アウトとかいろいろ書いてますけども、なんかメッセージが表示させないようにするっていうオプションとして -Q っていうのを私は割と使います。でこれはまあ、 あの一番でちゃんと説明すると、進捗状況を非表示にしたい場合に -Q をつけるということですね。でこれの状態から抜けるためには、エンドの状態に抜けるためにはエンドじゃなくてもいいと思うんですけども、Q っていうボタンですね、 Q を押すと抜けるということです。
はい、皆さん無事抜けられたでしょうか。抜けた状態がこのスライド85と同じです。でここの解説で述べているようにですね、ちょっとした場面で例えばファスト QC を使うっていうところだけでもこのオプション使ったりとかこのパイプ使って S で眺めるとかですね、いろんなところですね基本コマンドをガンガン組み合わせてやっていくのが普通です。これ常識です。だから1週間ぐらいかけて しっかりと予習していきましょうねっていうのはレスってなんだっけって言ってる場合じゃないですよ。ここではねモアってなんだっけとか言ってる場合でもないです。 そういうのはあそんなのあったあったっていう感じで簡単についてくれるぐらいでないと、まあ、なんていうか有効な時間を過ごせないというところだと思いますね。ですから、まあ、数週間ぐらいはやっぱりかかるのが普通だと思います。だけどそうやってうまくこう有効利用してガンガンやっていくからバイオイン保険の人は効率的に比較的作業ができるということになります。だからエクセルで1週間ぐらいかけてなんか検索やっていきゃいいのよとかいうね、お年を召した先生とかいらっしゃるかもしれませんけども、そんなこと言ってる場合じゃないですよね。皆さんね、うまくこういうのを使いこなしてサクサクと解析をやっていくということです。でスライド86なんですけども、でこれは何かというと、うん、今ここでこうH レスでやって1回抜けて LS-LH でまた全体をこうヒューマンリータブな状態で見せて、で1個やってないのありますよね、サブの2っていうやつね。こいつをちょっとファースト QC で -Q をつけてクワイエットですね、黙れと黙れっていうのをつけてこれ実行してみましょうと。やってみてください。多分20秒ぐらいかかってコマンド入力待ち状態に多分なるはずです。さっきはなんか進捗状況がこう何パー何パー何パーって出てたのが全く出ないと思います。でこれもいちいち打ち込むんじゃないんですよ。左で示しますけども、左上印キーをガンガンを使って前に打ったコマンドを見せる。今出してますよね、左側でね。ちょっと上に移動させましょうか、見づらいかもしれないんで。ちょっと上にずらします。今出してますよね。で今こう左の方、左矢印キーボタンを押してここを2に変えるだけで基本はいいですよね。でこれ基本形ですよね。であと -Q をつける場合はどうかというと、ここでまた -Q って打ってスペースを1個入れるなってますよね。これであとはリターンキーを押せばいいということです。こんな感じでうまく上下矢印キーを使うということです。はい、クワイエットつけてるから何にもメッセージは出ません。はい、画面上では左側の画面は終わりました。もう皆さん終わってますよね。で、ファスト QC-Q で2番目の2って書いているファイルを実行したらして LS-LH をやると赤枠の2で丸2で示すようなファイルおよびディレクトリが新たにできているはず。皆さんできてますよね、これね。今スライド86ですよ。86の下の方の説明をしています。はい、じゃあここでちょっと小休止入れましょうか。3時から次やりましょうか。はい、ちょっと置いていかれ気味の方は今のうちに追いついてきてください。次3時からです。再開しますけども、なんか最初にこの日は寒いっていうふうに脅しといた割に暑いやんけっていう方が多いと思うんですけど、暑いですよね。なんかね、私も暑いんでちょっとエアコンの温度は先ほど下げました。で寒いっていう方も多分一定の割合でいると思うんですけども、ここら辺もあったかいんで、なんでしたら移動してください。で今皆さんはファスト QC で2つのファイルの実行が皆さんできてたんじゃないでしょうか。うん、でここでちょっと小話的なティップスなんですけども、スライド87で示していますが、この1番のところで書いてあるような LS-D の話です。で LS-LH のファイル名のどこでもいいからファスト QC っていう文字が入っているもので両サイドには何があってもいいよみたいな、そういう条件でこれはリターンファイルを表示させてるんですけども、そうするとなんか
ZIP ファイルがあってディレクトリが2つボンボンと出るような感じになります。もう皆さん多分やられてるんでしょうね。でこれってね、私結構うざいって嫌なんですよね、こういうのって。別にあのディレクトリの中身まで表示させなくていいよっていう、そういう私は派なんです。でそういう場合はどうするかっていうと、私いつもこの2番で示してますけども、 ls-lh の後に d、 後じゃなくても前でも別にいいんですけども、ハイフン LHD とか DLH とかなんかそんな感じで書くと、ディレクトリはあのディレクトリの中身までいちいち表示させないみたいな、こういうすっきりとした感じの結果を出せること、出すことができます。これが D オプションです。まあ、ファイル数がすごく多いとかですね、ディレクトリの中身がずらーってたくさんあると、もう一つの画面で表示しきれないんで、そういう場合に使います。このあたり多少置いていかれたってもう多分疲れてきてると思うんで、あ、こんなもんかっていう感じで別に打ち込まなくてもいいですよって結果を見てるんだからこれね、はい、そのあたりは自分でうまく調整しながらやってください。私の特徴です。別に打たなくても何が起こるかが分かるそういう感じですね。でこれもおさらいなんですけども、今スライド88なんですが、 RM コマンドでこれリムーブ消すっていうやつですね、 -F っていうコマンドがある、オプションがあるんですけども、こいつはですね、消していいかどうかっていう警告メッセージを表示しない、若干危険なオプションです。重要なやつはですね、あんまり使わない方がいいかもしれない。私は割とね、適当な人なんでサクサク使っちゃうんですけど、これをやって、なんかどこでもいいからファスト QC って文字が入っているものを一気に消すと、有無を言わさず消すと、聞くな、何も聞くな、とにかく消せっていうことを やるとですね、ほとんど消えてくれるんですけども、ディレクトリは消えてくれないっていう、そういう話になります、ね、で RM で cannot remove で、こういうものは消せませんよ。なぜかというと、これはディレクトリだから、ね、っていうことです。で確かに RM-F の一番の結果としてやった後に残るのはファイル以外のディレクトリが残っちゃっているという、そういうことです。だから結論としては、 RM-F というオプションだけではディレクトリの削除はできませんよっていう話。じゃあディレクトリの削除をどうやってやるかっていうと、これですね、この違い、RM-RF をつけるということです。これですね、ここ RM-RF、 R をつけるということですね。それでもうとにかく有無を言わさず消せっていうのがこの F オプションなんで、とにかくやれというふうにやると、無事に何も言わずに、はい消しますって消してくれてですね、でその後に ls-lhd で同じものをやると、そんなものはないよと。なぜかというと、そういうも何もないからですね。ファスト QC という文字を含むものは何もないですよということなんです、はい、だからこういう結果になると。でその後にもう一回 ls-lh をやると、ファスト QC という文字を含まない残りのものが表示されるということですね。カタカタ音がほとんど聞こえないので先進みます、はい、でスライド90でシェルスクリプトなんですけども、これは明日の服部先生のところでより高尚な内容のやつがあるんですけども、ここではちょっと触りだけちょっとやっときましょう、シェルスクリプトの基本形なんですけども、一応ダブルゲットでファイルをコピーということで、このこれどこにあるかっていうと、ウェブページ上に一応ダブルゲットコマンドは残してるたような気がします。あ、ここでこうかな、 JS ラブなんとかかんとかだから、左側で今ちょっと示してますけども、ファスト QC なんとかかんとかのところ、ここですね、ここにものがあって、でこれでコピーして
今左側のやつで示しています。これをコピーしてどこにダウンロードするかというと SRP っていうところですね。でここでダウンロードする。これ皆さん別にやっちゃっていいです。ほらって一瞬で終わります。一瞬で終わる。コマンドちゃんと上に残ってますんでね。ダブルゲット配布しなんとかなんとかってやつです。まさかいちいち打ってないですよね。まさか。はい、お願いします。これいつも i とか、サファリとかからコピーしてこっちに貼っ付けてるじゃないですか。はい。バイオリナックス上の Firefox とかで日本語検索できなかったんですけど、さっきやってみたら、その中いちいちこう行ったり来たりするのってめんどくさいかなと思うんですけど、バイオリナックスの Firefox で、ああ、はいはい。先生のホームページとか調べようと思っても調べられなかったんですけど。それはゲスト OS 上のネットワークがつながらなかったっていう、そういうことですかね。いや、つながりはするんですけど、検索ができない。日本語が入らないんで。ああ、日本語入らないんですか。今、私も初めて知りましたけど。あ、理由は簡単に、私、普段リナックス使ってないから。なんでお前が話してたって感じなんですけど。そうです。いや、でも結局、日本語が使えないっていうめんどくさいことがあるから、やっぱり使い慣れたホスト OS 上で普段作業をしてやるっていう。私はそういう派っていう感じですかね。行ったり来たりしてるっていう。行ったり来たりしてます。だけど画面上では結局同じ画面上で何かやるだけなんで、なんか一つのアプリだというようなぐらいの認識でしかないんですけど。はい。あとこれは今ちゃんとつながってますけど、東大に有線LAN環境でやっててもつながらないことがすごくあって、すごくなんかストレスなんですね、個人的には。だから使わなくなっちゃったっていうのがありますね。あと Windows ユーザーの方で普段 IE 使ってる方は多分やっぱりサファリでやればいいじゃんとか、いろいろ多分ね、よく使い慣れてる人は Firefox でとかって言うんですけど、やっぱりこうちょっと見目が違うだけでも結構やっぱストレスっていう方が多いんじゃないかなと思うんですよ。そういうこともまあ多少は考慮してるっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。さっきの話についてに、この Firefox、 あ、これ何でしたっけ、 Firefox でしたっけ。はい、ここの地球儀マークをクリックするとゲスト OS 上でもウェブブラウザを開くことができるって、ちょっと小ネタですね。で、皆さんこれダウンロード無事できましたかね。ダウンロードができたらこの赤枠みたいな感じになってファイルサイズが本当に少ないから一瞬で終わって、でその後にここでまた ls-lh で js っていうファイル文字から始まって、それ以降が何でもいいよっていう意味でアスタリスクがついてるんですけども、それのものを表示させなさいってやると、確かにこの丸3で示すようにちょっと下の方で見づらいんですけども、自分がダウンロードしたファイルが見えるということです。皆さんこんな感じになってるでしょうか。多分この辺りでコピペがうまくいかないっていう人も一定の割合でいると思いますけども、まあそういう場合はまあ共有フォルダを使うなり、まあこの場合とかはまあ例えばゲスト OS のウェブブラウザを使うとかやるとコピペがゲスト OS 内のみで完結する。そういう場合は私も使っていますかね、ウェブブラウザは。はい、まあどうにかしてファイルを作成しましょう。多分話してる間におそらくみんなできてると思うんで先進めますけども、でスライド91になります。これ今連載第4回の W7 の8あたりに相当する話になります。で CH モードで権限変更ということですね。今この ls-lh で js から始まるファイル名を表示させて3つあるということになっているんですけども、この赤枠で示すように rwx がないんですね。これね、X がついてない場合にはこの CH モード755でファイル名というふうにやると X がつくんです。
やっておきましょうか一応。はい、皆さん CH モードで権限変更一番です。無事できてますよね。そうしたらあの X がついたらこれ緑色になってると思います。実行権限がついたらなんかバイオリナックスは緑色になるとらしいですね。まあ、一応あのなんていうか X がついてなかったらもう無条件でつけるみたいなそういうふうにやっとくと無難だと思います。無難です。でモアで中身を見てみましょう。モア1番でモアスペースファイル名、モアスペースファイル名をやっておきましょう。今スライド92です。スライド92です。これも JS まで打ってからタブ止まったところで違いを見て2を打つとかですね。タブをガンガン使っていくんですよ。タブキーをね、モアコマンド打つだけでも。どうでしょう、赤枠のような感じでバッと表示されますよね。ファイルの中身がモアはファイルの中身をバッと表示させる、そういうコマンドです。でここでモアを使った理由はシンプルで、あの6行分しかないって分かってるから、だからモアを使いました。ものすごく長いやつだとレスで1ページずつ分ずつ表示とかそういう感じを使います、ものを使います。でこの赤枠の中身なんですけども、これは .sh って書いてますけども、基本的にはなんかこうテキストファイルみたいなものだと思っていただければいいです。コマンドを羅列してるだけです。ヒストリーを書いてるようなもんですかね。どういう感じで、例えばこれ wget で ddbj のところからこういうフルの URL から bzip 圧縮ファイルの bzip2 圧縮 の乳酸菌の RNA シークデータをこう wget で取ってきて、でその中からあの bzip2-dc なんとかかんとかでパイプでつないでヘッドで最初の400万行を取ってきて、でそれを gzip 圧縮してなんとかかんとかファスト q.gz を作ってるというような感じで、パイプでガン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 でつないでいって一気にあの100万リードからなる gzip 圧縮のファイルを作ることができると。これもあの乳酸菌の連載の中ではこれは確か書いてなかったと思うんですけども、一応こういうちょっとだけプラスアルファで書いてあります。こんなこともできるよということです。でこういうのをバーって見るとほんほんこんな感じで取ってきて、こういう感じでサブセットを作って、でそれをファスト QC やったのねっていうことが分かるわけですね。これはあの2つのファイルを一気にファスト QC かけるものですね。でスライド93なんですけども、じゃあセルスクリプトとして実行しましょうっていう話です。でどこにか相当するかというと、この赤の1番ですね、1番の sh スペース jslab4 アンダーバー 2linux2.sh っていうのを実行するということです。これをやってみましょうか。だいたい30秒から40秒ぐらいかかると思います。おそらく多くの方が、実行待ちだと思いますので、ちょっとこのシェルスクリプトの中身を解説しておきますけども、これスライド93の状態で説明しますけども、今この MOA でsh の中身を見せましたけども、wget wget bzip2 bzip2 で fastqc fastqc っていう全部で6行のファイルになります。でこの sh っていうコマンドでシェルスクリプトを実行するんですけども、まあ、要はですね、このファイルの中に書いてあるやつを実行してるだけなんです。でこういうすると何が嬉しいかっていうと、打ち間違いとかないでしょ。であとはこういうファイルを1個作っとけば、別のファイルだってここの部分を書き換えたりとかするだけで、あとは sh ファイル名ってやればもうドーって一気に解析したいファイルを実行することができるんです。だから便利ですよね。であとはあの wget とかも毎回あのこんな、これあの7ギガとかのやつでしたよね。7ギガのファイルをダウンロードするのに毎回 やるわけないですよね。だからそういう場合にシャープを入れとけば、これコメントアウトって意味なんですけども、実行しない、シャープ以降の文字はあのコマンドは実行しないって意味なんで、一応記念に残すと、ヒストリーとして残すっていうことをやってるだけになります。ですから実際に実行されるのはこの赤枠のシャープがついていないファスト QC の1と2のファイルのみが実行されるということになります。
でこの1番で SH で実行した後に LS-LHD で SRR なんとかかんとかでアンダーバーアスタリスクってやると、その赤枠の部分がこの、ソリッドの赤枠 で実行した結果がこの3の結果として得られるということになります。ですからこのあたり教え方は人によって様々だと思うんですけども、まあ、一個一個まずは打っていきましょう。でその後にシェルスクリプト使うと便利ですよっていうような感じになります。で明日のシェルスクリプトも例えばこれでもあマスターしたって思うと大間違いですよ。これは本当にベーシックな使い方で、あの私はこれぐらいしか能力がないからこういう教え方しかできないんですけども、あのもうちょっと高尚なあの使い方がなり美しい使い方が実はあって、それが明日の話になるわけです。でこれ自体はまあいいとして、はい、で次にスライド94で CP、 はいはい、質問、あ、お願いします。あ、あ、こっちすみません、あの IGV の時はパスを通したんですけど、今回のシェルスクリプトはパスを通さないのは同じディレクトリ上だからなんです。IGV は結局あの自分でインストールをしたからあのパスを通さないといけなかったということで、ここでやってるやつってもともとバイオリナックスにプレインストールされてるやつなんです。そのコマンドなんでこいつ自体はパスが通ってるってことなんです。だからそういうことはやってない。わかりました、ありがとうございます。あ、逆にそしたらそのパスQCってこのバイオリナックス8に入ってるやつよりももっとこうバージョン新しいものがあるってさっきおっしゃってましたよね。それをインストールした場合はそのためにパスを通さなくちゃいけなくなるんですか。そういうことになります。それをやるのがこの後。あ、そうですそうそう、そういう質問に絶対なるんです。でものすごく論理的な考え方で、私もそれが非常に重要だと思ってるからこそ今回の講習会の枠組みでそういったことを教えようとしているということになります。素晴らしいイントロありがとうございますそうそう、ついでに言うとこの MOA とかね、 MOA とか LS も結局パスが通ってるから使えるんですよ、ね、そう考えればいい。この CP もそうですね、 PWD も全部そうですね。まあもうちょっと後の方でも出てきますけども、そう、あ、はい、あ、おう、はいはい、お願いしますねシェルスクリプト自体は どうして そのディレクトリにあるから実行できるんですか。これはそういうことになりますね。なんでかっていうと、今このファイルは この中身がこうですよね。で入力ファイルに相当するもの同じディレクトリ上にありますよね。同じディレクトリ上にあるからこそ赤枠で書いてある部分とかそうなんですけども、絶対パスって書いてないです。だからそのまま使える。逆に別のどこでもやれるような書き方はもちろんできる。それはどうするかっていうと、ここの部分をフルパスで書くんです。フルパスで書けばどこでもいい。またさらに言うと、ファスト QC の最新版でパスを実は通してなかったとしても、ファスト QC の最新版が置いてある実体のところをフルパスで書いておけば別にパスを通す必要はないということになります。そういう、うん、そのドット SH のファイル自体を実行するためにもパスが必要。ドット SH のファイル上を実行するためにパス、そこまで考えたことはないんですけども、それはどうなんでしょう。やってみてくださいっていう感じですかね。でも普通これぐらいになると中になんかこういういろいろ書いてるから、もう自分でなんていうか あんまり変なことは普通は多分やらないと思いますね。よこうやったらどうなるっていうことを突き詰めていくと、なんかやろうと思ったら多分できるんだけどっていう話になっていくんですけども、あまり入って私はいかない、そのあたりは。はい、TA さんお願いします。はい、それでスライド94に戻りますが、これディレクトリーごとコピーする場合に -R をつけますっていうオプションをつけますよっていう話になります。でまずやってもらうことは、この PWD で今いる場所は SRP なんとかかんとかで LS-LHD でこういうファイルがあると
という状況で、ここでわざわざこう ls-lh で共有フォルダになんか置こうとしてるんですね。今ここではね、共有フォルダ、これがデスクトップの Mac シェアが共有フォルダでした。で、ここにトータル0って書いてますね。これは今共有フォルダ上に何もないという状態です。そこでこの cp-r で fastqc というディレクトリをニョロのデスクトップと Mac シェアという共有フォルダにコピーしましょうということをやってるわけです。で、そうした後にもう一回 ls-lh で Mac シェアの中身を見るとトータル0じゃなくなってますよね。なくなってこういうフォルダが見えるという状態になるはずです。まずこれをやっておきましょう。シェアのところはルートってなってるからね。今 RWX になってますもんね。ああ、デスクトップになってますもんね。僕も同じエラーになってますか。共有設定できてるはずなんですよね。そうそう、一応ホスト側から入れるとちゃんと中にこっちから入ってるんですけど、なんでだろう。 RWX になってますよね。全く消せないですね、これは。なんでなんだろう。そしたらここら辺のなんていうか、でも物ができてるんですかね、これ。これない。ない。物は、ディレクトリはできちゃったってことですか。できたけど物は置けない。じゃあ、ひょっとしたら、CAN のテレギュラーファイル、FastQC、なんとかかんとか、これは、なんか FastQC data.txt がパーミッションディナイドになってるから、その中身っていうんですかね、はい、それのパーミッションをちょっとやってみたらどうですかね。ちょっと見てみてください。ちょっと見てみてください。多分今助けを求めている方は多くは Mac ですよね。Mac でエラーが出てる人。おお、すごいすごい。おめでとうございます。多分。パーミッションが与えられてないって出るんですよね。で、問題は問題としてっていうか、 Mac シェアをちゃんと見直してもちゃんと777になってる。 RWX 全部なっていておかしいおかしいっていう状態になってる。よくよくエラーメッセージを見てみると、おそらくですけども、このなんか FastQC の中身、コピー元のファイルの状態で、その中のファイルのパーミ権限がなんかこう何もできないっていう風な状態に多分しているから、っていうか、多分権限をフルに与えてあげれば、ファイルの中身のね、ディレクトリの中身の権限をフルに与えてあげると、多分コピーできるんじゃないかなっていう気がしないでもないんですけど、孫君分かるよねっていうことね。ちょっとそれを試してみてもらえますか。まあ、このようにですね、共有フォルダーで完璧にやっててもなぜかうまくいかないなんていうことはざらに起こります。これが Mac と Windows のね、問題でございますよ。こうなるとみんなざわ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 してくるんですけど。はい。できました？やってるところディレクトリ直下 の、 ファイル全部の権限いっぺんに書き換えるのって、ディレクトリ直下の権限すべてを書き換える。ちょっと私は普段やらないんでわからないんですが、ちょっと試してみますね。
と今ここで示しているのはですね、あの SRP017156 で、おっと大丈夫か、おっと、まあこんな感じで理不尽な状況にこけましたね。なんかあのちょっといじくったりとかね、ファイルサイズ、あの大きさをいじくったりとかするとこうやって止まったりとかっていう理不尽な状況に陥るのがバイオリナックスなんで、できた、どうやってできました、チェンジモード777の後に、スペースでドットスラッシュのアスタリスクで全部一遍に、はいはいはい、でそれでチェンジモードでできた後にコピーができたかどうかっていうところまでお願いしますそれができないとあの問題が根本解決にならないんで、あ、ウィンドウの方はですね優雅に聞いててくださいねこういうこともあんのねぐらいのねあー違う、あ、ダメ。さあどうしよう。このまま Mac を置き去りにして Windows だけでいくか。さあタン君どう？わかる？わかんない。うん。はい、前につけ、前につけたら、おお素晴らしい、それは確かにそうかも、そうですね、正解だと思います。ですね、多分皆さん何を言ってるのかよく分かんないかもしれないんですけど、分かった分かった、そうおっしゃる通りですね。これ やりますかこれ、やるやるこれ、こいつをつけるってことですね、須藤さんをつけるんですよ。まあこの後でちゃんと言うんですけども、何が違うかっていうと CP-R で、でこの FastQC のディレクトリの中身をこの Mac シェアに置くということなんですけども、須藤さんっていうのをつけるとですね、これあの管理者権限でやるっていうことを意味するわけです。管理者権限だと何でもやってくれる、やれるわけなんですね。で今パーミッションが与えられていないっていう問題が起こってたわけです。パーミッションなんて須藤さんをつけると一切関係ないんですよ。だからこれをやると、今この Windows 環境ではこんなのつけなかったってうまくいくから何 の説得力もないんであのできれば Mac で示した方がいいんですけども、これでやるとあの普通に置けることを多分中井先生が確認してくれると思うんですけども、できました、できたと思います、できたと思う、エラーは出なかったんですよね。はい、 Mac の方これやってください、須藤さんつけてください、上矢印つけてやって左の方にガーって移動して、で須藤をつける、須藤さんは偉いんですね。はい。おう。それをつけてもパーミッションがない。は変わっちゃうんですけど、それは問題ないんです。そう、それがね、あの今ここであの悩んで、あのやっちゃっていいんですかって、まあ、やとりあえずやっていけることを示すことがまず一歩前進なんで重要かなっていう、そういうスタンスでやっちゃったんです。だけど多分後の方で困ることは間違いないんで、まあ、どこでマックをこう切るかっていう考えながらちょっと今あのやってるんですが、どうしようね、どうしましょうねまあ多数派は Windows ですからね、ここではねまあどっかでマックを諦めてくださいようん、
まあ、この後で多分見えなくなる問題が生じるんだけども、あのここでやろうとしているのはあのできればホスト OS 上で作業をしたい、だから共有フォルダ系で置いてあげようとした。で Windows の人は問題ないんだけど、じゃあ Mac の人どうするかっていうと、別にあのこの辺りですね、この辺りのなんかあの なんとかマークをつけてから行って、最後に HTML のねファスト QC の実行結果をダブルクリックして、このホスト OS 上でまあ見ればいいということになります。だけどさっき私がこけたように、あの結局ファスト QC の実行結果の HTML って横長にボーってなっていくんです。だから見づらいからって言ってこうちょっと画面の幅を変えようとしたりとかするとこけてお亡くなりになったりとかするんで、そのあたりが若干こう悩ましいと、いや悩ましいんですけども、まあそのあたりは慣れてくださいということしか言いようがないですね。お亡くなりになったらまあ運が悪かったということですよ、はい、でということでもうちょっと Mac 切ります。で Mac 切り完了ということで先進んでいきますけども、スライド95で、まあ、もうさっき説明した通りスライド95は終了、うん、でそうすると Windows の方はですね、今こう共有フォルダにも物を置いたことになるんで、あのホスト OS 上のもう一回こうシェアを見るとディレクトリができてるわけですよね。そのために共有フォルダに置いたんだから、でダブルクリックしていくと HTML ファイルが出てくるから、あのそれがまあファスト QC の実行結果であるということになります。でまあそういったさっきの CP スラッシュハイフ、あ CP-R っていうコマンドを打ってもいいんだけども、本当はこういうあの GUI 画面上でファスト QC のディレクトフォルダをそのままこう Mac シェアにボーンって置けばあの同じことですよね。でそういうふうに別にやっちゃっても構いませんよということです。でスライド98なんですけども、うん、まあ、先ほどあの質問があったようにですね、同じプログラム名、この場合は例えばファスト QC になるんですけども、さまざまなバージョンが存在するんですね。でバイオリナックス8に入っているものはバージョンの 0.10.1 なんですよ。で最新版は 0.11.3 とかそういう感じの話になっていくんですけども、まずそのバージョンをちゃんと確認しておきましょうということをやります。これどこでもいいです、パスが通ってるから。ファスト QC スペース -V をやってみてください。その後大文字の V とかいろいろやってみてください。ここで書いてある1から4を一通りちょっとやってみてください。はい、皆さんもう一通り打ったと思います。でバージョン情報を調べたい場合には、この基本は -V とかだと思います。でものによっては Java とかの場合だと例えば -バージョンって打たないといけないとか、なんかいろいろあるんですけども、あのこれでダメならあれをやれみたいな感じで、とにかくいろいろ試してみればいいだけの話です。でこれ多分は大文字の V でいくっていうのはむしろなんか少数派っていうかマニアックなあの成功例だと思うんですけども、この場合はまあ大文字小文字どっちでもいいということですね。でマンスペースあのプログラム名みたいなのでマニュアルを見たりとかすることもものによってはできるんですけども、この場合はノーマニュアルエントリーフォーファスト QC ということで、マニュアルはこれではマンっていうコマンドでは見れないよということです。それ でそういう場合にあの最初にやったようなファスト QC スペース -H でヘルプを見せるみたいな感じであのマニュアルを眺めるとか、まあ、このあたりはあの知ってるコマンドをいろいろ打って試すというのが基本形だと思います。でこのバージョン情報っていうのは割と重要で、論文中にちゃんと書くようにしましょうということです。でスライド99なんですけども、うん、ファースト QC のバージョン 0.10.1 の実行結果をあのダブルクリックで一番ダブルクリックして、その中のファスト QC レポート HTML をダブルクリックしてみましょう。 Mac の方はゲスト OS の中でダブルクリックで、うん、Mac の方はこれ今こういう状態ですよね。 SRP ホームドキュメント SRP の中で例えばこいつをダブルクリックする、でその中で HTML が見れるからそいつをダブルクリックですると Firefox が立ち上がります。
はい、ここでは詳細には立ち入りません。こんな感じでファスト QC の実行結果を見るっていうことぐらいでいいです。こんな感じで眺めるのねぐらいでいいです。で、中身の詳細の説明は8月3日以降の NGS の項目の部分で、やる予定です。で、7月30日の R の枠組みでもちょっと触れようかな、触れたいなと思ってます。ただまだ未だに講義資料が作れてないというそういうやばい状況なんで何とも言いようがないですけども、できればこのファスト QC のバグを示して R 上でちゃんと確認できるっていうあたりを示そうかなという意気込みではあります。で、1個だけちょっと示してみると例を示すと100のスライド100のところでゲーマーコンテンツのところを見るとこうガッタンガッタンになっていて、なんか ゴマっていうんですけども、5連続延期のなんか綺麗なギザギザが見えるねぐらいな、それぐらいで今のところいいです。こんな感じっていうぐらいでいいです。で、まあそいつはもう閉じていただいて結構です。で、スライド101なんですけども、これ自体はファースト QC の本体のウェブサイトで、ちょっとウェブページの下の方にこうっていくと、いちいちたどり着かなくて大丈夫ですよ。どうしてもたどり着けたければファースト QC でググっていただければ多分こういうページに行くんですけども、このチェンジログ下の方にガーっていくと15年の3月25日ですかねにバージョン 0.11.3 というやつがリリースされていて、最新版は 0.11.3 なんだということが分かるということです。それでバイオリナックス8にプリインストールされているやつは 0.10.1 なんですけども、まあ、それ以降に例えばこの2で示すようなアディダンアダプターコンテンツプロットみたいな感じでアダプターの量がリードの中にどれくらい含まれているかみたいなものが追加されているんだけど、例えばそれはバイオリナックス8にプレインストールされている 0.10.1 では見ることができないっていうことです。で、それ以外に、例えばここら辺の 0.11.2 のところに書いてあるように Fixed Incorrect Warning Fail Defaults for Path Equality Plot みたいな感じで、あと Fixed a Bug とかいろいろ書いてますよね。結構だからバグがあるんです。バグがあってバージョンが上がっていく意味合いっていうのはバグを見つけて誰かが見つけてくれて、あるいは自分開発者自身が見つけてそのバグをフィックスしていくみたいなフィックスダーバグとかいっぱいあるじゃないですか。こういう感じでバグがどんどん追加修正されていくとともに、まあ、新しいアディドはなんとかかんとかみたいな感じで新機能が追加されたりみたいな感じになります。で、おそらく7月30日の R の枠組みでこんなバグがあるよって言ってることなんかは次のリリースあたりでおそらく開発者が修正してくれるんじゃないかと思います。そういったことが、まあ、バージョンアップで行われるということになります。ですから R とかも含めて基本的にはできるだけ最新版を使うというのは基本形だというのはそういう意味ですね。はい、それでスライド102なんですけども、じゃあその 0.11.3 っていう最新版を使いたいよというモチベーションがさっきのいろいろなフィックスザバグなんですけども、やってみましょうということです。で、そのダウンロード回答とか正規表現っていった小手先のテクニックをちょっと教えていこうかなと思います。で、スライド103なんですけども、これファスト QC のトップページで実際にダウンロードするときにはどんな感じかというと、この1番のところをポチってクリックしてダウンロードナウを押して、多分ここら辺にのページに多分飛ぶんですね。そして、まあ、チェンジログの中身よりもリリースノートとかいろいろ人によって書き方が違うんですけども、リリースノートの中身を見る方が正式なのかもしれないという。それからこの3番のところで書いてあるように、このインストレーション&セットラップインストラクションズみたいな、ここではこういう書き方をしてますけども、まあ、それっぽいインストールの手引きみたいなところのページをクリックして、そこを見ながら基本的には自力でインストールしていくというのが基本形になります。で、そこのリンク先のマニュアルをバーって見ていくと、今このインストレーション&セットラップインストラクションのところのページをここで示してるんですけども、ここに書いてあるようなことを見ながら自分で解読して進めていくというのが基本形です。で、ここでは今日はここではこんなことを実は言っているから、こういうことをやらないといけないのよっていうノウハウをどんどん教えていくということになります。それで、Linux 上でのプログラムのインストール作業っていうのはですね、
あのこのプログラムを実行するためにはこれが必要でみたいな感じの前もって必要な事柄、これがプレリクイズイットっていうんですけども、いやプログラムの依存関係、これディペンデンシーと言います。こういったものとの格闘になります。でもちろんあのこういう依存関係とかをうまくこうあの簡単にやれるようなことをやってる人もいっぱいいるんですけども、おそらく初心者レベルでそういった話を聞いたと何言ってるのかさっぱりわからないと思います。ですからまずは自分で何を言ってるのかが分かるぐらいなところ の, あのレベルにはあの達しておかないといけないです。その上で の, その楽をするっていうことになると思います。それで以下はターミナル上で java-version と打ち込み、 Java が入っていることおよび3のところで何言ってるかというと、バージョンが 1.5 以上であることを確認せよというふうにあの書いてあるんだということを読み取るということです。で、at the command prompt でタイプ Java version and press enter、 Java version と打って Enter キーを押せとかそういうことを言ってるだけなんです。それをやっていきましょう。まあ、スライド105を言ってます。今皆さんこう Java バージョンで確認してもらっているだけなんですけども、 Mac の方今あの孫様がこちらにこう打ってくれてるんですけども、あの共有フォルダーのあたりであの須藤さん使うといいよって言ったやつなんですけども、この須藤スペースマウントスペースハイフン T VBOXSF スペースシェアスペースマックシェアスペースハイフン、ここのあたりからです。ハイフンを RWUID イコール1000でコンマ GID イコール1000というふうに打つとあの無事置けると何を言ってんだこれはっていう感じだと思うんですけど、まあ、とりあえずこうやるとうまくいくっていうことです。重要なのは結局なんじゃこりゃって思うんじゃなくて、とにかくそれをやるとうまくいくと幸せになれるとそういうふうに思ってですね、あの何ですかこれはって思わないんですそれが重要です。 Linux の世界でそんなもんです。はい、やっときましょうね。 Mac の方だけですよ、ね、Windows の人はですねオーディオ打ち合わせ振りながらも、あ大変ね Mac の人ねみたいな感じでいいと思います。じゃあ孫君これ RC ローカルにもうこれ多分書き込めるんだよね。じゃあその RC ローカルに書き込む用のやつも一応作って送っといてもらいます。で今ここで皆さん打ってもらってるのはあのその場しのぎの方法です。アドホックな方法っていうことになります。で共有フォルダーの永続的な設定であの皆さんやってもらっているのが rc.local っていうファイルですね。エトセの下の rc.local っていうファイルの中にあの永続的な共有フォルダーの設定っていうやつがあって、あのそいつのところを書き換えておくと毎回打たなくていいということになるんで、そのやり方もあの講習会の期間中にまた一応伝授しておきます。SRP でしょ。行ってそのマックシェアが見えるところに行ってから実行してください、ね。うん、SRP じゃないといけないってことでしょ。うん、Mac の方、ハマってる方、ここでハマってる方、ここで打ってるのは Mac シェアしか打ってないですね。あの Mac でハマってる人のみですよ。ここで聞くのは。なんでこういう書き方をしてるかっていうと、あれ。これ、あ、そうかそうか、だからデスクトップってことね。デスクトップでやれってことだよね、孫くん。だよね、うん、今ここでやってるのは SRP って場所でやってるんだけど、あのこれはあのうん、そう、はい、上矢印ね、はい、どんどん見て、はい、そう、正解です。あの
デスクトップでこれを打ってもらわないといけない。 Mac シェアというのはデスクトップにあるわけですね。はい、すみません。アドホックにやるとやっぱりねろくなことがないんですけど、ああ素晴らしい。 PWD、 そう PWD 打ってさっきのやつを出すと、うん、LSDで Mac シェアがありますよね。でその状態で須藤さんさっきのやつをやると、あのこのフォルダー上にある Mac シェア、この作業ディレクトリ上にある Mac シェアをここで書くということになります、はい、SRP でやる場合にはここ絶対パスでなんかスラホーム、スラ IU とかっていう感じで書くというふうにすれば OK。 多分分からない人はこれを説明したって何言ってるのか分からないかもしれませんが、まあ、共有フォルダーの設定の仕方っていうのは何回か連載の中でも何箇所か出てきてるはずなんで、こう絶対パス指定する場合とカレントディレクトリーにものがある状態で説明やる場合っていう感じで、まあ、うまく使い分けてください。説明の仕方はそこまではそのアドホックにパッて書くときにはきっちりと説明しきれないんで、そのあたりはうまくこう対応していただければと思います。まあ、こんな感じでですね、どんなにこう準備をしてても、あここでこんなことがあったのかっていうふうになるもんです、なるもんです。はい、じゃあ Mac 置き去りにして進めますよ。スライド105で説明していきます。 Windows の方ずっと暇だったと思いますで Java スペース-バージョンで打つと、皆さんこんな 1.7 なんとかみたいな感じのものが皆さん見えてると思いますね。でちなみにこの Java-V、 小文字の V で打ったって Java の場合はこう認識できない Unrecognized Option っていうふうに書いてますね。だから1個前の1個前のここで今スライド104で示してますけども、こうタイプ Java バージョンで打てって打ってるんだから、だからバージョンってちゃんとそのまま打つんですね。打たないとうまくいかないよっていう。でここがバージョン番号ですよっていうことですね、うん、でそれはこの PWD でホーム IU っていうホームディレクトリ上で別に打ったっていいし、 CD デスクトップでデスクトップに移動してから Java- バージョンって打ったっていいよっていうことです。なんで Java でそれがうまくいくかっていうと Java のパスが通ってるからっていうことですね。そっか、それでこのスライド104に戻ってるんですけども、この3番のところちょっと下の方で見づらいんですけども、でここで3番で書いてるのは Java がインストールされてなかったらインストールしろと書いてて、でそのバージョンリストドンドファーストライン is less than、うん、less than 1.5 って書いてますね。ここに less than 1.5 だから 1.5 よりも低かったらダメだから 1.5 以上のやつを入れましょうよっていうことをここで書いてるわけです。で今我々 の環境は 1.7 点いくつだから、もうそこだけ見たらあとなんか079とかっていうのなんて一切無視です、はい、1.7 まで見てもう安心をするっていうだけの話ですね。ああよかったよかったと思って、いよいよ本番のファスト QC の今我々がやろうとしていることは Java バイオリナックスに入っているデフォルトのバージョンが若干古いから最新版を入れましょうということをやってるわけです。でそのため の前もって必要な事柄として Java のバージョンがある程度 の以上のものじゃないといけないからそれの確認をしたと。で条件を満たしてるからちゃんといよいよ本物の本番のファスト QC のバージョン 0.11.3 のダウンロードをやりましょうということになります。で Mac の方もここで勘違いしないでいただきたいんですけど、これじゃないですよ Mac の方ね。今はね今バイオリナックス上で作業しようとしているわけですから、上の方の Win と Linux の ZIP ファイルということで Mac の人も全部こっちです、はい、こちらを右クリックでショートカットのコピーってやって、ここでやろうとしていることは PWD でダウンロードにとりあえず置いてくださいっていうことを書いているんでダウンロードで一応やりましょうということです。でこの通り別にやらなくていいですよ。やらなくていいです。ホスト OS のデスクトップのホゲ上にあるから、ホゲフォルダーの中に入ってるから、皆さんはもうピッてもドラッグ&ドロップでダウンロードのところにドラッグ&ドロップしてください。ここです。
はい、もう皆さん手順は分かってきていると思うんで、ダウンロードズリム上下だと思います。受けてない方いますか？まだ受けてない方。じゃあ進めます。スライド108になります。この1番のアンジップやっておきましょう。せっかくなんでクワイエット Q オプションつけてやっておきましょう。回答する際に何か警告メッセージとか進捗状況の表示とか一切表示させないっていうオプションでしたね。アンジップスペース -Q ファースト QC ジップでございます。はい、皆さんもう簡単にできてますよね。で、ls-ah やると、あの回答後にファースト QC っていうディレクトリができてますよね、皆さんね。できてると思います。で、またいろんなテクニックを使ってるんですけども、ls スペースディレクトリ名っていう書き方もできます。ls スペースファースト QC っていうディレクトリ名やると、そのディレクトリの中身が表示されるということになります。で、この3番で示しているように、このファースト QC っていうふうなファイル名のやつが、これがまあ実際のファースト QC の実態ということになります。で、スライド109に移行していくんですけども、でさっき のファースト QC のスライド108に戻ってますけど、この色を見た段階で黒色になってるから、あ、これ実行権限ないんだなっていうことが分かるんですね。もう慣れてくるとね、黒色だからなんですけども、まあそれ言ったことが分かってる状態で、このスライド109のまたセットアップインストラクションのやつをダーッて見ていくとですね、この2番のところで CH モード755ファスト QC とか書いてありますよね。もうこれを見て自分の実際の状況から、ああ実行権限を与えなきゃいけないっていうことを言ってんのねみたいないうことが分かります。それがこの赤の矢印で書いてあるように、 You may need to make this file executable、 これ実行権限を与えるって意味ですね。エグゼキュートを able にするっていうことですね。だから我々がやらなければいけないことっていうのは、ここね、 CH モード755ファスト QC でちゃんと緑色に変わるということを確認するわけです。いきなりこれ打ったってダメですよ、皆さん大丈夫ですか？だいぶ頭がとろけてきてると思いますけども、わざと説明してないんですけどもCD スペースファスト QC ですよ。 CD スペースファスト QC どこでやろうとしているか、 CH モードで指定しているファイルがそこにあるのか思い出しましょう、しっかりねはい、メガホンお願いします。ちょっと興味を聞きたいんですけど、これ CH モード755で、権限を変えますよね。はい、で最後のエグゼキュートできるようにするんですけど、はい、これ777とかにしても不具合は生じないんですか？よりこう自由度が増すっていうだけのように思います。はい、不具合生じないです、大丈夫です。ありがとうございます。777に例えばすると、今これか持ってる人はこれ IU さんが持ってる人なんですけども、IU さん以外のユーザーの人が書き込み権限があることになります。ですからなんか別のバージョンのものをファスト QC っていう名前に書いて悪意を持って書き換えたりとかっていうので、実は 0.10.1 っていうバージョンのやつをやってるつもりが、実は全然別のプログラムのものをファスト QC っていうふうに見せかけてっていうことができちゃったりしますよね、原理的に。っていうのがあるからこそ読む権限を与えるし実行権限を与えるんだけど、他のやつらには書かせはしないよっていうのは、そういう意味があります。はい、まあもちろん悪意のないミスは許されませんなんてねんだよはい、あそこ、この部分はですね、もちろんカットでよろしくお願いしますね、はい、それでこの続きなんですけども、このもし打ち間違えて CH モード755666で打ち間違えてるやつはどうかしてると思うんですけども、もし間違えちゃったって別にもう一回ですね、上書きすればいいだけなんですね。
こうやって打っちゃったというと755ファスト QC って上書きして権限を与え直せばいいだけなんで、まあ、最終的にこの赤枠になっているように RWX R-X R-X みたいになっていればまあ問題はないということになります。でスライド112からこうパスの話になっていくんですけども、とそろそろ多分皆さん頭がとろけてると思うんで一回休憩を入れておこうと思います。次は4時半から4時半からやってあとはもう残りのスライド50枚弱ぐらい一気にやります。4時半からです。はい、では最後一気にスライド160までやります。もう多分ねだいぶ皆さん疲れてると思うんですけども、講習会の枠組みの中で多分ヘビーなのは私で、アミリーフさん明日以降は割とゆっくりやってくださいますんで今日疲れ切っても大丈夫です。はい、ちなみに160までスライド160までいかないと終わりませんのでよろしくお願いします。あとはじゃあ6時15分で終わるって書いてるじゃないかって言ったってそんなのねいくらでも買いますよ。終われば早く帰るし終わらなかったら7時までだってやっちゃいますから。全日程受講にしてないんで疲れたら別に帰っちゃっていいんです。そんなのいちいちチェックしてないんで。でパスのイントロっていうところになるんですけども、今皆さん755をやってるからファスト QC が緑色に見えてて RWX R-X R-X になっているとそういう状況なんです。でパスが通ってるからこいつはファスト QC の最新版のつもりでやってるわけですね我々ね。じゃあちょっとバージョン見てみようかと思って、このファスト QC があるディレクトリ上でファスト QC スペース -V って打つと 0.10.1 という BioLinux8 にプリインストールされているバージョンのものが見えてしまうと、これがまあパスを通すということのイントロになるわけです。なんじゃこりゃって思うんですね。それでスライド113なんですけども、この赤枠の2番のところのドットスラファスト QC スペース -V とやると無事 0.11.3 という自分がインストールした最新版のファスト QC であることが分かるわけなんですね。で、まあ、3番4番とかをこう自分でタブキーをガンガン利用しながら見ると全体像がなんとなく分かってくるわけです。皆さんそろそろこのスライド113の赤枠部分を実行して違いをかみしめていただけましたでしょうか。これ分かりますかね。特に2番とか分かり、この1番と2番の違い分からない人いますか。分からない人本当、皆さん手挙げなかったですけど本当ですか。当てますよ。まあ多分ね皆さん分かってないとむしろやばいことはね分かると思います。だって予習でこれぐらい分かるようになってるよねっていう状態で始まってるわけですから、ですからね。はい、でこのまあドットがついてるやつっていうのはカレントディレクトリ上にあるファスト QC という実行ファイルだから、まあ、まさにこのカレントディレクトリっていうのはこのファスト QC というディレクトリですよね。だからこいつを実行しようとしてる。こいつは何かっていうと 0.11.3 っていう最新版の実態、ファスト QC の実態だからなんです。だからこいつでバージョン情報を見ると 0.11.3 になる。で3番4番はもう絶対パス指定でもうそのものズバリダウンロードファスト QC のファスト QC っていうプログラムのバージョンを見てもそうだし、相対パス指定で若干短めの記述形式で見てもいいと、まあ、そういうことになります。で、まあ、その下のやつはまあ意図的に間違えてるんですけども、すら付け間違えると変なことになるよということですね。で必要最小限の書き方としてはこれでいいんですね。これでいい。だけどこれじゃダメだっていうことは分かるはずなんです。なんでかっていうと、通常の作業ディレクトリはこのニョロダウンローズファスト QC ではないでしょっていうことですよ。これが通用するのはファスト QC というディレクトリ、つまりここですよね、ホーム IU ダウンローズファスト QC というディレクトリ上にファイルを置いているのか、そういう状況ですよ。そういう状況だったらこれがもちろん使える。
でもそうでなかったらこれ使えないですからね。まあ、それは皆さんいろいろと実害を持っていただければまあ分かると思います。だからこいつは非現実的なんです、この記述形式、うん、だけどマニュアルには実はそれでいいよって書いてあるんですけども、そのあたりは自分の環境でうまく読み替えていく必要があるということになります。うん、で結局何をやろうとしているかというと、バイオリナックス8にプレインストールされている 0.10.1 というものと 0.11.3 というもので違いを実感していただくという話にどんどんなっていくんですけども、まあ、すでに昔の古いバージョンの方でやったファストキフシ実行した結果があるんで、こいつをちょっとリストアップしておいて、こいつを一応一旦削除しておこうということをここではやろうとしています。それと同時に正義表現をちょっと教えようかなとしているのがこのスライド115になります。はい、落ち着いているようなので次いきますね。スライド116になります。このあたりはもう多分打ち込むよりは見ながらきっちりと理解していくっていう方を優先させた方がいいかもしれないです。でこの LS スペース LHD スペースで SRR ぐらいまで打ってから多忙でガーンってこう一気に行くんですけどもここの段階で止まるから、これ以降にこうもちろん実態としてあるんですけど、1っていうものと2っていうものにこう分かれ道があるんですね。だからこう多忙保管した時にここで止まるんですよ。でこの段階である程度分かるんですけども、そうですね。でこれを全て表現するのがアスタリスクだから、アスタリスクをつけることによってこのサブアンダースコア以降のもの全てのものが一気に出力されるというのがこの2番なわけです。で、スライド117なんですけども、ちょっと今ここでやろうとしていることは、この赤枠のファスト QC のバージョン 0.10.1 っていう古いやつを一旦消したいというだけの話なんです。で他にいろいろやり方は実はあるんですけども、ちょっと正規表現説明するために意図的にちょっとこれ以降のスライドで何枚か使っています、うん、で目的はこの赤枠のもののみうまく消すということなんです。で削除したいものと残したいものの違い、削除したいものは赤枠で、赤枠以外のファスト QGZ という入力ファイルとして使いたいものは赤枠以外のもので、こいつを残したいんですね。残したいで違いはどこか、ここですよね。このマゼンタ色インクルで表示している部分が違いますよね。わかります？これ違うんです。例えばこのアンダーバーとドットっていう部分で削除したいものと残したいものの違いがわかるわけなんですよ。ですから例えば削除したいものはここがアンダーバーになってるから、このアスタリスクの後にまたアンダーバーを1個つけるっていうふうにやると、これ以降って削除したいものの方にアンダーバーないじゃないですか。こっちか、残したいものの方にはアンダーバーがない。だけどここにこうアンダーバーをつけて何でもいい、アンダーバーをつけて何でもいいってやると、アンダーバーがあるものだけはここにリストアップされることになるわけですね。大丈夫ですかね、このあたり。脳がだいぶとろけてる段階で説明したって頭に入っていかないかもしれませんが、まあ、こういう感じで切り分けることができる。もう一つのやり方はこの右側のこのマゼンタ色の部分でも違いを表現することができる。具体的に言うと、この削除したい方っていうのはこの C がついてますよね。だけど残したい方は C じゃなくてこれはドットになっているというわけなんですね。うん、ですからそれがこの5番のところと6番のところで表現の仕方をちょっと変えてるんですけども、つまりここですね、何でもいいファスト QC っていう文字が連続してあって、あと何でもいいっていうもので表現できるものは この削除したいものだけじゃないですか。で残したい方にはファスト QC っていう文字はないですよね。だからこういう書き方もいいし、こういう書き方もいいという感じで削除したいものを、まあ、いろんな形で表現することができる。
だから見慣れてないと、もうこの辺りの段階でもう何を言ってるのかわからないっていう感じになるんですけども、自分でこう目的が何かっていうことを見据えながら、うん、ってこう目力をですね発揮してですね眺めてみると、何を言ってるかが分かってくるということになります。ここはファスト QC、 昔のファスト QC でやったファイルを削除したい、だから削除したいものをどうやって表現するかを探したいというところがここになります。で RM で削除するんですけども、ディレクトリーが今これ含んでるわけですから、ディレクトリーは含んでるから、ディレクトリーも含めて消していいかっていう結局メッセージを聞くことなく、これ -F に相当しますけども、この SRR なんとかかんとかサブのアスタリスクアンダーバーアスタリスクっていうふうにやっちゃえば一気に消すことができるということをやってるのがこの1番の書き方になります。このあたり別にね、多少間違ったっていいんで、もうガンガンやっちゃってください。消しちゃったらまた共有フォルダ経由かなんかで置きゃいいだけの話なんで。皆さんよろしいですかね、そろそろ。ここで結局物消したいものを見て、うまく消して、消せてるかどうかを見てるというのがここでの作業、および確認ということになります。このスライド121のこの RM-RF で書いているやり方っていうのは、このタブ補完とかを使っていなければものすごく無駄な書き方であることは間違いないと思うんですよね。どちらかというと記述形式としてはこの56で示すようなアスタリスクファスト QC アスタリスクみたいな方が分かりやすいっていう人もいるとは思います。でそういう方は別にそれを使っちゃえばいいかなと思うんですよ。だけどおそらくですね、Linux の世界でガスガスやってる人っていうのは、もうタブ補完ガンガン使っていくんで、なんかもう SRR タブで止まったらアスタリスクつけようっていうので、またこう、また候補を表示させて、アンダースコアつけると、うまく消したいものを表現できるねみたいな考えながらこうやっていくわけなんで、だから多分こういう書き方になるのが一般的なんじゃないかなと思います。それでスライド122でその枠組みでじゃあファスト QC の最新版のやつでやってみるとどうかっていうことで、スライド122 の、 最低限のやり方に近いんですけども、このニョロダウンローズファスト QC っていうフォルダー上ディレクトリ上にあるファスト QC 小文字のファスト QC っていう実行プログラムを -Q ですね、実行の途中のメッセージを表示させることなく、なんとかかんとか1のやつを実行しなさい、で次に2のやつを実行しなさいというのはこの赤枠の1の部分になります。これをやっておきましょうか。でそうするとファスト QC の最新版でやった結果がちゃんとできるようになっている。これやっておきましょう。で皆さんもうできましたかね、これ赤枠の部分できてない方いますか、まだ他いない、このスライド122の段階で今この SRP01715 っていうフォルダー上にで作業してるわけですよね。でここにはファスト QC 実行したい入力ファイルがあると。でこのファスト QC の最新版のプログラムをちゃんと動かしているわけですね、どこのディレクトリー上からでも。というわけなんで、ここの書き方が、最低限パスを通していなくても実行できる状況なんです。これはパスを通してるっていうのはファスト QC と打つだけで何かやれるっていうことなんだけど、今実はパスがファスト QC っていうファイルプログラムっていうかファイルは昔のバージョンのやつですよね。ということなんで、なんていうかパスを通すっていう時にちょっと考えないといけないってこと。だからファスト QC そのままやっちゃいけないから、もうそのままフルパスで、ほぼフルパスで最新版のファスト QC のやつを実行するためにはこうやればいいということになっているわけなんです。
でスライド123なんですけども、この部分がこのマニュアルの2の部分ドットファスト QC で、But once you have done that you can write directly、 これって書いてますよね。だからこれでがマニュアルに書いてある一般的な書き方なんですよ。で素人さんは結局これでドットファスト QC って打てば動くって書いてるじゃないですかとかって言うんですけども、そんなんじゃ実際には全く使えないっていうのはこういう理由よくはまるんですね。やっぱりね、意味が分かってないと全然使えないっていうんですけども、でもちろんこれが通用する局面がありますよ。だってこれはずっとファスト QC のディレクトリー上で CH モードなんとかかんとかファスト QC とか打ってるわけなんで、もうすべてこれがこの世界がはこの我々でいうところのダウンロードファスト QC っていうディレクトリー内であればこれでいいということであることが皆さん今わかるじゃないでしょうか。で1個前でやってるのは結局どのディレクトリー上でもやるためにはこう書けばいいという、そういう逆説的な言い方になってるんですけども、うまくこうマニュアルを読み替えて自分の環境に置き換えるというのが重要なんですね。例えばファースト QC なんかは今我々バイオ Linux 8使ってるんですけども、バイオ Linux 8で動かす場合にはこうだとかいちいちそんな丁寧なこと書いてないですからね、普通はね。ということで、じゃあそれでスライド124なんですけども、この上の一番の赤枠のものがファースト QC のバージョン0.10.1 の結果で、2のやつが、バージョン最新版の 0.11.3 の結果になります。 ZIP ファイルのファイル名は同じなんだけども、古いやつはディレクトリが作成されますよね。だけどその一方でこっち側の最新版のやつは HTML が出るという感じになっていて、まあ、バージョンが違うとまあ、このようにできるものが違ってくるという、まあ、一例でもあります、うん、でスライド125でいよいよこうパスを通すという話になっていきます。でこの1の結果を眺めてもう一回眺めてみましょうね。これ、まあ、どこでもいいんで今この SRP に皆さんいらっしゃると思うんで、そこでもう一回ファースト QC-V とやると昔のバージョンのやつが見えますよね。この状況をどうやって打破するかということなんですよ。新しいバージョンのものを入れるということは、うん、だいぶ疲れてる方は打たない方がいいですよ。もう聞くだけの方がいいですよヘロヘロの状態でコマンド打って間違えてうんうんってなってるよりはもう聞いてるだけの方がよっぽど有意義だと個人的には思ってますんで、うん、で説明進めていきますよ。でこの BioLinux8 にじゃあプレインストールされているファスト QC コマンドが一体どこにあるんだっていうことがやっぱり気になりますよね。でなんで ALS や PAWD のような基本コマンドと同様にどのディレクトリ上でもファスト QC っていうコマンドを打つとファスト QC バージョン 0.10.1 が実行されるのかが気になる。でこれがパスの概念を知るスタート地点ということになります。うん、でコマンドの実行するプログラムの実態の場所を知りたい場合にはこの1で、あ、1じゃない、2か、2の where is space first プログラムコマンド名なりプログラム名みたいな感じのことをやればいい。例えば where is first QC って書くとユーザーローカル bin first QC って書いてます。いろんな書き方があって which first QC でも別にいい、 where first QC でも別にいいです。まあ、とにかくどれでやろうがユーザーローカル bin の中にファスト QC の実態はあるんだなっていうことがここから読み取れます。はい、よろしいですか。このあたりはもうですね、こんな感じで確認するっていうだけなんでもうどんどん進んでいっちゃいますけども、説明始めたらね手を止めて聞く方が有意義ですよいきますよ。でこの5番のところです。こういうのを見てやるとユーザーローカル bin ファスト QC っていうのを見ると、例えば私だったらこの5番で書いてあるように絶対バスで確認します、スラユーザーローカル bin ファスト QC スペース -V ってやって、確かにファスト QC のバージョンが 0.10.1 であることを確認します。そしたらまた元に戻って自分がインストールを今したもの、それのフルパスは
すらフォーム IU ダウンロードファスト QC ファスト QC-V で見ると0.11.3 ということになるわけですよね。こういう感じの関係に今なっていくわけなんですよ。ですからここに書いてあるようにですね、フォーム IU ダウンロードファスト QC ファスト QC もユーザーローカル bin にこのコマンドのショートカットみたいなものを置いておけば、プログラムの実態がどこにあるのかをいちいち覚えておかなくていいんです。今我々が今のスキルでやれることっていうのは、ニョロダウンロードのファスト QC っていうディレクトリにものがあるっていうことが分かってるんですね。で今はいいんですよ。だけど例えば10日後とかね、半年後とかに、あのプログラムどこだっけって言ってファインドコマンドとかでねやるようなアホなことはしません。普通のバイオイモの人はパスを通すんです。だからこれをいちいち覚えておかなくてもいいようにすることをパスを通すって言うんです。だから最低限やれるからいいじゃないかとか、最低限必要なコマンドを教えてくださいとかって言って、何を言っとんだと説教をかまそうとみんなするのはそういう理由があるんですね。今はいいだろうと、半年後どうなんだ、覚えてるのかお前っていうような感じで説教をかますんですよ。それがまあ一般的な感じだと思います。私もそうあるべきだと思っています。パスを通すぐらいは常識っていうのが私の感覚ですね。でじゃあどんな感じかということで、1番のところで CD スペースユーザーローカル bin に行くんですね。行って PWD で確認して、確かにユーザーローカル bin に移動しました。でそこで LS を実行するとバッて出ます。ドベッて出ます。でよく見てみるとファスト QC っていうコマンドが確かにあることが分かります。はい、どんどんいきますよ。でこれの詳細情報を LS-LH で眺めてみましょう。スライド130です。1番の方に書いてますね。 LS-LH の、ファスト Q、アスタリスク書いてみます。ここではで、そうするとなんかファスト QC で矢印マークがあって、ドットドットバイオインフォなんとかかんとかっていうふうに書いてるんです。実はこの、水色で書いてるやつっていうものが、なんていうかまさにショートカットみたいなもんで、実態どこにあるかっていうとまた結構ややこしいんですけど、1個上のディレクトリからたどれるバイオインフォファスト QC ファスト QC のファスト QC っていう、なんかもう間違い探しみたいな感じになってるんですけども、そういうところに実態があるんだぞっていうことを書いてあることが分かるんですね。でそうするともうそうかそうかって思って、今度は自分で移動するんですね。 CD です言われるがままにドットドットバイオインフォファスト QC ファスト QC っていうんです。でなんでこう2つしかファスト QC 打ってないかっていうと、一番最後のものが実際のもののファイルに相当するって分かってるからなんですね。わかります？ここら辺で置いていかれる方がね、何人かいると思うんですけど、どんどん皆さん打ち死にしていってると思いますが落ち着いて聞けばわかりますけど、私もねだんだん早口になってくるんで、なかなかね悩ましいところではありますけども、ここではとにかく CD で移動して PWD をすると、ユーザーローカルバイオインフォファスト QC ファスト QC っていう、今こういうところにいることになりますね。でここでこうなんかドットドットの意味がなんとなくわかるんじゃないですか。この今でいる PWD のところと一番上の PWD の結果ですよね。こう今ここから1個上のディレクトリに上がったらユーザーローカルの状態で、そこからバイオインフファスト QC ファスト QC っていうのはこの CD のところで書いてあることだからなんです、ね。こういったところも結局相対パスの概念とかがある程度分かってないと、もうここら辺の説明聞いてもちんぷんかんぷんになってくるわけなんで、はい、なかなか難しいですね。そしてここで何を説明私はしようとしているかというと、1番のこの結果として、この L っていうふうに書いてあるのが、そうですね、シンボリックリンクみたいなものでショートカットっていうふうに書いていて、もうどんどん私説明しちゃっていったんですね。これももう終わっちゃってるんですね。そうですね。でこの PWD で移動した後に LS-LH で見ると、これはエイリアスとかショートカットでも何でもなくて、これが実態だと。
でこいつが FastQC の BioLinux8 にプレインストールされている 0.10.1 でしたっけのバージョンの FastQC の実態ということになります。っていうような事実というかですね、状況を自分で把握した上で、またこのスライド132で書いてあるようにマニュアルの方またじーって見るんですね。でこの2番のところ でこれドットドットっていうのは1個上のディレクトリに上がるとかそういうことじゃないですからね。もう今は分かると思いますけど、ドットドットは1個上じゃないですよ。もうただの点々っていう意味ですからね。or place a link in user local bin to be able to run the program from any location ということで、どこからでもプログラムをランできるようにするためにユーザーローカル bin にリンクを貼れということを書いてるわけですね。もう今わかるでしょ、これ何を言ってるかがね。でそしてこの須藤 LN、 須藤さん使うんですね、須藤 LN-S のパスとファスト QC、ファスト QC、ユーザーローカルビンファスト QC っていうふうに書いてるのは基本形でしかない、あくまでもね。わかりますこれ。これそのまま打つおバカさんはね、いないですよ。そのまま打っちゃもちろんいけませんからね。パスととか書いてますけど、こんな我々の状況にこういうパスとっていうものはありません。で、また重要なのはユーザーローカルビンファスト QC っていうのはすでにあるというのが今の我々の状況なんです。うん、ああもう説明しちゃったね、うん、でこの赤線っていうのがまあ癖物なんですね、今我々の状況では。じゃあどうするかっていうことなんですけども、スライド134、もうここら辺完全に皆さんもあのに聞くだけの方がいいですよ。完全にはい行きましょう。今また我々の状況をおさらいしておきます。 PWD で見せます。ダウンロードファスト QC に今います。そして LS-LH ファスト QC アスタリスクでファスト QC の最新版のが、まあなんか実行権限があるとかそういったことをまずここで見た上で、でまたさらに確認、しつこく確認してるんですけども、ホーム IU ダウンロードファスト QC ファスト QC っていうこの青色の点線で書いてあるものがファスト QC 最新版の実態の場所なわけですね。でそれの一応バージョン見てみると、もう確かにバージョン 0.11.3 だということなんです。でそして4番目のところで書いてあるユーザーローカルにファスト QC のバージョン情報を見ると、もう確かに 0.10.1 だということでしたよね。でしたよね。これただリマインドです。リマインド、これがなんていうか この辺り3番のところとの対応になるということです。でこれを我々の状況にうまく置き換えていくんですけども、それこういった状況ゆえにですね、一般的にプログラムのバージョンアップをしたら前のやつなんて消しちゃうとか、まあ一般的ですよね、上書きしちゃって別にいいやっていうふうなことになるんですけども、ここではですね、ホーム IU ダウンロードファスト QC ファスト QC っていう最新版のファスト QC プログラムをファスト QC2 という名前でユーザーローカル bin にシンボリックリンクを貼るという、まあ、ちょっとした小細工をかますっていうことをやりましょう。でそうすると昔のバージョンをファスト QC で実行できるし、最新版はファスト QC2 で実行できるという、そういう状況を作れるんですね、はい、それでじゃあどうやるかというと、もうここで書いてるマニュアルと自分が今打ってるところの対応関係を徹底的に眺めるんですよ、違いをね。1番のところに書いてます。でまずこれは意図的に間違いを起こしてるんですけども、須藤さんつけずに、須藤さんつけないとろくなことがないということで、 LN-S でホーム IU ダウンロードファスト QC ファスト QC をユーザーローカル bin のファスト QC2 っていうリンクを貼るということをやったら、まあ、当然パーミッションが与えられてないよっていうので文句言われます。でしょうがないからっていうので1個矢印キーで須藤さんつけるんですね。須藤さんつけるとパスワードを聞かれてきて、あこれね一応皆さん打ってください、打っといてください、すいません、これどこで打っても構いません本当は、ですよね確かそうくんね、絶対パスだからね、うん、
どこで言っても構いません。打ち間違えてなければどこでも構いません。打ち間違えてなければどこでもいい。あ、こっちだ、こっちだ。須藤さんつけないといけないですね。この2番のところは打っといてください。皆さん無事打てましたでしょうか。打ったらもうだいぶお疲れだと思うんで、ここら辺ちょっとすっ飛ばして、リハーシとかもすっ飛ばして、スライド139にちょっと一気に飛びますね。うまくいってるかどうかの確認はこれだけでいいです。ファスト QC2 スペース -V、 これがうまく通ればいい。ファスト QC2 スペース -V。みたいな出ることがあるかもしれないんですが、N を押せば普通に QC2 の方が通るみたいなので、あ、それは、あ、そうですね。これは多分こいつを外したから、一回リハッシュじゃあちょっとやってみてもらいます。そしたらそれ聞かれないんじゃないかな。リハッシュ打っといて、でもう一回ファースト QC2 でさっきの状況になる。多分聞かれない。大丈夫ですよね、はい、うんうんうん。結局このリハーシュっていうのは、さっきも言ってたようにウェブブラウザのリロードみたいな感じなんで、このファスト QC2 っていうパスを通した後に、まあ、その、環境を変えたみたいなことになるんで、それをちゃんとリロード、環境をリロードするみたいな、そういうことをやると、ちゃんと認識してくれると。ファスト QC2 っていうのは正規 の、 コマンドであるということですね。皆さんもこういう状況で、あ、はい、どうぞ。あ、ちょっと待ってください。あれ今のリハッシュはすごくいいと思います。リハッシュは思いつかなくても、うん、例えばこうもう一回、クイッとして、はい、リスタートしても同じことなんですか。リスタートしたらもうターミナルが Windows でダウンロードしたらリスタートさせるじゃないですか。ああ、はい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 、それでも別にいいと思います。そしたら別にリハッシュしなくてもいいと思います。はい、リスタートするよりもリハッシュの方がもちろんいいと思います。うん、そうですね。リハッシュの方がそのターミナル上でもやれるんでっていうことですね。はい。もう思考停止っていうのはまあいいかもしれないですね。私の非常に趣味に合う。はい。どうですか皆さん、ファスト QC2 スペース -V で 0.11.32 なってますよね皆さんね。なってない方いますか。なってない。お願いします。他なってない方。あ、なってない。はい、お願いします。お願いします。あ、いない。これはどうですか。あ、いや、これはさっきまさに言ってたやつですよ。リハッシュ。これか。リフレッシュ。これはリロードみたいなものです。リロードコマンドで打つようなものです。だからこれでもう一回前打ってたやつ。はい、リターン。ね、あ、行きましたけど。どうですかね皆さん、もうコツがもう分かったんじゃないかなと思います。1個だけでもこうきっちりとこうマニュアルで書いてることと何を言ってるかっていうことで対応関係をつけてやると、もう他のやつもいくらでもインストールできるんじゃないかって気になってくれるんじゃないかと思うんですけども、まあもちろんですね、1個だけだと不安だと思うし、思うんで、乳酸菌の第4回の後半の方ですね、まだ見てないところではまた別のプログラムでインストールのマニュアルを見せながら解説をしているものがあります。確か FAQCS っていう、なんか名前がすごく似てるややこしいものなんですけども、それはですねちょっと若干癖のあるやり方でですね、インストールマニュアル通りにやってもうまくいかないっていうで、それをどういうふうに回避するかっていう思考回路とともに一応解説してるんで、そういったものもガーって見ながらですね、いろんなプログラムのインストールを試していくと、まあ、どんどん力がついていくっていうことになると思います。ですからこれでもう皆さんファスト QC2 が使えるから、NGS 解析の項目のところで山口先生がですね、ファスト QC2 やりましょうって言ったら、皆さん裏でこっそりですねファスト QC2 実行して最新版でやってしまうということもできるわけです。じゃあスライド140でバージョン 0.11.3 と 0.10.1 の違いっていうものをちょっと見ていきましょう。
うん、これスライド141はどうしようかな。合う。これね、まあ、やらなくていいです。本当やらなくていい。なんでかっていうと、一回最新版のやつで実行したものを、まあ、こういう消し方もあるよっていうことをここ示してるだけなんですね。こういう消し方で消して、もう一回このファスト QC2 がうまく動くかっていうのをこう赤枠で示してるだけなんです。だから完全に同じものができるだけなんで消してもう一回ファスト QC2 実行して作ってるだけなんで、本当はやらなくていい、やらなくていいです。気になる人はファスト QC2 でやっちゃって、この通りやっちゃっても別に構いません。そして MV で、ここでちょっと Mac の人がどうかなっていう感じなんですけども、ちょっと置き去りにしてですね、やっていきますが、うん、この通りにやっていきましょうか。これ多分今共有フォルダーにあるやつは昔のバージョンだったかな。それ多分結果ファイルを見れば分かるんであれなんですけども、まあどうにかして皆さん共有フォルダーに最新版のファスト QC の結果を置いてください。置いてください。うん、置いて眺めることをやりましょうということです。うんうんうん、多分どっかで飛ばしてるからなんじゃないですかね。さっきやるべきことやってないから、ね、うん、かもしれないですけど、でも見たいのはここにこいつを移動するってことでしょ。そう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 、それさえできれば別にいいんで、だからこのムーブをやれば入れる、ね、そう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 、わかりました。そうです、そうです。ここで皆さんに求めていることは、ファスト QC の最新版で実行したHTML ファイルを共有フォルダに置いて、ホスト OS 上で眺めましょうということだけです。これがまだできていない方、一応貼り付いてください。他いますか。はい、あちらの方にもいらっしゃいますけど今売り切れです売り切れこの間の全体質問ありますか。よろしいですか。これには映ったけど、こっちはね、もともとこっちはもともとのやつがないから、別にうん、ここで見えてなければ別にそれが見えてないものは新たにできるわけがないんで、そしたらもうあれですよ、シェアフォルダーに見るあるから見ればいいんですけど、ありますよね。ダブルクリックで見てみてください。わ、来たファースト QC 素晴らしいじゃないですか。ここではですね、一応皆さん作ってとか言ってるんですけど、私自身が昔のバージョンのやつも共有フォルダに置いてたかどうかっていうのを置かすようにしたかどうかは定かではないんで、実はなんていうか置け置けとか言ってるんですけど、見せるのこれだけなんで、こんな感じなのねってことが分かればそれでいいっていうだけの話なんで、あんまりこう気合でやって何かが得られるかっていうと何のメリットもないっていうそういうことなんですけど、どうしますか、もうちょっと待ちますかなんてねいやもう進めます。気にしたくていいです細かいことは気にするなんてやつ単にここでバージョンの 0.11.3 と 0.10.1 でほら項目でちょっと違うでしょって、アダプターコンテンツってやつができてるでしょっていう、これを言ってるだけなんです。ただこれが分かればそれでいいんです。はい、わかります？これないでしょ？アダプターコンテンツが昔のバージョンだと。バイオリナックスにプレインストールされているやつにはアダプターコンテンツっていうところがない。
最新版だとあるっていうことです。わかりますねこれ。そしてもう一個違うのがこの右側で図で示しているようにこのギザギザの形が違うでしょうっていうことを示してるです。この最新版と昔のバージョンで、なんでこんな感じのギザギザの度合いが違うかっていうと、この配列を見てください。配列最新版はこれ7マー7マーです。7マーなんだけど昔のやつは5マーなんです。こういう違いがあります。ほら7マーと5マーの違いがあるでしょ。7マーと5マーだからこういう感じのギザギザの度合いの違いがあるっていうことなんですよ。でこれ別に我々デフォルトで何もいじってないじゃないですか。だけどこれ違うっていうのは結局バージョンが違うとデフォルトでこの K の値とか言うんですけども、 K マーの K の値が5になってたのが最新版では7に変わってたっていう、そういうことなんです。デフォルトがその同じ項目の中でも結構違ってくるようなもんなんですよっていう、そんなそういうもんですよってことです。一応そういうことも気をつけておいた方がいいですね。それから、まあ、R のところで示すんですけども、このログ2って書いてるけど実はこれログ2じゃないです。これは間違い、一つバグですね。でそれはなんでそれが言えるかっていうと、ログだったら0を真ん中としてマイナスの値とプラスの値になってしかるべきですね、普通はね。だけどそうなってないでしょ。でログの世界で60とか70とかで普通ありえないですよね。だってログ2とかで、ログ2で2の70乗とかで表現できないでしょ普通ね。っていうことなんです。まあそういうバグは結構いくらでもあるんです。でそんな細かいところで批判したってしょうがないんですね。あそういう間違いがあるのねぐらいで、ちゃんと自分で読み替えればいいだけの話なんです。あともう一つ重大なバグが実はあるんですけど、それはまあ R の7月30日のところでちょっと説明しようかなと思って。私自身も読み替えて勘違いをしてしまってたっていう、それは実はバグだったっていう、そういうオチなんですけど、まあ言いたいことは最新版ですごく有名なプログラムでも結構バグがあるから気をつけましょうねっていう話になります。でここで一旦4分ぐらいちょっとトイレ休憩入れていくんですけども、あとはこの GATK っていうプログラムの取得とかの設定っていうところになります。自分で自信がある方はもう今日この段階で書いていただいて構いません。で次は40分から時計で4分ちょっと休憩入れて、これをやりたい人は一緒にやりましょうということです。ちょっと休憩です。やります。これはもう先週アメリーフさんからこれをお願いしますと言われて、これ設定が結構ですねややこしくて、20分ぐらい私実はハマったところなんです。最終的にはちょっとうまくいったんでアメリフさんにご迷惑をかけずにどうにかなったんですけども、結論として多分大丈夫なんだけど、うまくいってない可能性もあるということです。そのあたりは多分山口先生の方からご指導ご鞭撻があるんじゃないかと思うんですけども、多分これで大丈夫っていうのをちょっとやっていきましょう。ゲノムアナリシストゥールキットっていう割とこの NGS 解析で、多分変異解析とかそっち系の話でところで使うんだと思うんですけども、そういったプログラムはまずダウンロードしてダブルゲットでやるのが一般的なんですけども、ここではフォゲフォルダー中にこのゲノムアナリシス TK っていうのがあるんで、そいつをとりあえずホームディレクトリにこうポーンって置いといてください。ドラッグアンドドロップでホームディレクトリに置いてください。別にデスクトップに置こうが、ドキュメントに置こうがどこでもいいです。自分がちゃんとどこに置いてるのかが分かっていればまあいいです。はい、皆さん置きました。ね。はい、じゃあ置いたとして進めていきますけども、これ不参加者用なんでこれはいいとして、で、この状態からスタートしますと。スライド149の、ホームディレクトリ上にゲノムアナリシス TK っていう BGIP 通圧縮ファイルがあるという状態でスタートします。で目的はこのホームディレクトリ、ホーム IU 上にあるゲノムアナリシス TK の BGIP 通圧縮ファイルを
すらユーザー、すらローカル、すら SRC においてそこで回答するということになります。なんでここに置いてここで回答するんだっていうのは、それはあのアメリフさんがここに置いてここで回答してくださいって言ったからっていうことになります。はい。で、先ほど質問した方がまさにこう的を得た質問をされたんですけども、あの一般的にこういうあの圧縮ファイルをどこに普通通常置くかという話になるんですけども、私今回あのずっとダウンロードにとりあえず置いてやってくださいって言ったんですけども、一般的にはそういうやり方しないです。こういうなんか SRC みたいな感じのフォルダーに 誰もが置くような常識的なところに普通は置いて、でそこにまあ保存するみたいな感じになります。ダウンロードっていうフォルダーって一般的には一時的に置いてないから使うみたいな感じじゃないですか。だからなんていうのかな、あのじゃあカナタの言ってることおかしいじゃないかと思われるかもしれませんけども、それはやっぱりあのステップバイステップでこうやっていく、本来やっていくべきで、あのユーザーローカル SRC において何かやろうとすると初心者がやったってハマるんですね。だからやっぱり最初はあのダウンロードとか自分の環境でどうにかなるような状況にまず置いてやっていくということになります。だから今後はあのその研究室なり、自分が今度所属する研究室なり、その例えば DDBJ のスパコンなりで、あのここに置いてくださいとか、ここに置いてますとかっていうものがあるんで、あのあこれはこういうことを言ってたんだなっていうことに分かりながら、あの理解しながら、なんていうかな、うまく対応していくということになります。例えばこのいい例がこのアミリフさんとかは、例えばユーザーローカルで SRC にソースファイルですね、ソースファイルを送っていうルールを決めてるからっていうことになります。え、なんでっていうことを言う前に、はい分かりましたって言ってやるのがもう常識っていうことになります。嫌なら使うなっていうことです。簡単に言えばね、とにかく言うことを聞けってことです、はい、で、スノーを使う意味をちょっと考えてみましょうっていうことなんですね。スノーさん偉いんですよ。単純にこの1番で CP コマンドで CP でゲノムアナ、これいちいち打たないですよ普通ね、ゲまで打ってタブ保管ですよ。 CP ゲタブでスラユーザーローカル SRC にコピーで置こうとするんです。だけどパーミッションが与えられてないとなりますね。これがまあ須藤さんを使う意味になります。はい、皆さん無事パーミッションでないとなったと思います。おめでとうございます。で、まあ、ここでですね、今スライド152で説明しようとしてるんですけども、まあ、どこでもいいんで ls-lh すらユーザーすらローカルっていうのをやってみてください。ls-lh すらユーザーすらローカルです。はい、皆さんできましたね。で、この2番のところでなんですけども、すらユーザーすらローカルすらユーザーすらローカルすら src の所有者はこれルートって書いてますよね。ルートさんなんですよ。ルートっていう人が所有者だということがわかる。で、who am I っていうのは私は誰、そのままですよ。私は誰、私は IU です。なんです。っていうことなんで、とにかくルートさんじゃないことは間違いないですね、自分はね。ということをここで言ってるだけになります。そして、このパーミッションのところを改めて見るんですね。スライド153を見るんです。で、あのこの1番のところで書いてあるように、一般ユーザー IU さんなんですね、今我々はね。これがあのユーザーローカル SRC に対して与えられている権限は読み込み、リードと実行、エグゼキュートのみであることが分かります。 R-X だからですね。で、書き込み権限は与えられていないわけですね。だからファイルをコピーで置こうとしたってパーミッションが与えられていないと当たり前のことを言ってるだけなんですね。で、こういうのをね、教える側が行き当たりばったりでやるとパーミッションが与えられてないとかって、ああじゃあ須藤使いましょうみたいな感じで言ったって素人さんに、初心者の方がそんなこと言ったってね、いろんなこと言われたって全然ついてこれないはずなんですよ。だからあのそういう教え方が下手な人がやるとのところに行って話を聞いたってですね、もう全然あの疲れるだけで身にならない、そういう理由なんですね。で、スライド154なんですけども、でもちろんですね、この1番と2番で書いてあるように、もちろんこのルートさんはすらユーザーローカル SRC というのところの所有者なんですね。
ここの1番のところで所有者であることが分かるということなんで、自分に対しては俺は何やってもいいんだということですね。 RWX だからね、俺がルールだということなんです。全ての権限を持つということです。で須藤っていうのはでは何だったかっていうことを思い出すと、須藤さんをつけると結局俺はスーパーユーザーなんだということを言ってることと同じなんですね。でちゃんと言う、真面目に言うと、スーパーユーザーでどうする、不真面目じゃないですか、今これちゃんと正しい言い方なんですけど、だからこれ須藤さんなんです。でこれ一時的にルートとして実行するためのコマンドが須藤さんなんですね。でそのおそらくなんですけど、そのターミナル、今ここで開いているターミナル上で須藤を使う、おそらく初回のみパスワードを聞かれると思います。最初になんかいつもパスワード聞かれますよね。でもその後って割と聞かれないですよね。それそういう理由なんだと思います。あなた本当にスーパーユーザーとしてやっていい権限を持ってるんですか。はい、持ってますっていうのを与えるのがこのパスワードなんですね。でパス1409がパスワードですよ。どうでしょう、皆さん無事コピーコマンドで受けたんじゃないでしょうか。ここではスライド156を今示していますけれども、まあ、特にパーミッションが与えられてないって文句言われることなく置けたんじゃないですかね。まあ、どこでもいいんで LS-LH でユーザーローカル SRC を見てみると、確かにゲノムアナリシストゥールキットの BGP 圧縮ファイルが見えているんじゃないかと思います。でこういったことがだんだん分かってくると、この今BGP 圧縮ファイルのまたここの権限とかをいろいろ見て、何かエラーが起こった時には RW だからエグゼキュートの権限はないからだとかっていうのをだんだん学習していくわけなんですね。それで、次スライド157になりますけども、何だろう、これ結論としてはこの CH モード755って多分必要ないです、回答に限って言えば。でなんでこういうことをじゃあ残してるかっていうと、その後に回答をやろうとしてるんですけども、スライド158で私結構ハマったんですね。うまく回答できなくてどうしようどうしようどうしようって思いながらいろいろやってて、うまくいって、うまくいかなかった時に最初に私が思ったのは、ここのパーミッションでなんか実行権限がないからなのかなとかって思って、じゃあまず最初に須藤 CH モードで755で実行権限とか与えとけばいいんじゃないかとかって思っていろいろ試したりとかしてるんです。でなんでこれ残ってるんですかとかいろいろあるんですけども、必要最小限教えてくれればいいんじゃないですかとかってなるんですけども、いろいろ試した結果やっても別に害はないっていうことなんで残ってるとか、そういうものが結構あったりします。はい、なかなかこのあたりは論理的に教えられないっていうことが、まあ現実としてはあります。でものすごくできる人だと論理的に教えられるんでしょうけど、逆に皆さんがついてこれないんで、そういう人の場合は多分私のようなほとんど普段Linux全く使わない、分からない人の気持ちが分かる人の話を一回聞いておいてから、すごくガスガスできる人の交渉の話を聞いていくっていうステップを踏む方が多分いいだと思います。で私はもうね、反射的に実行権限とかなければとにかく755やっとくんですね。はい、私はやります。でスライド158なんですけども、でここでまた一つスキルが身につくんですけど、ただ BGP 圧縮ファイルをどうやって回答するかっていうお話なんですね。でこういうのは BGP2 ただ BGP2 回答とかでこうググればいくらでもこうやり方が書いてあるんです。で基本形は BGP2-dc スペースファイル名 でパイプでつないで ta スペース xbs スペースハイフンっていうのが基本形らしいです。で私最初これでこうやってて、エラーが出て須藤さんつけて、それでもエラーが出てとかっていうふうなことになったんですけども、結論としてはこう最初にこう須藤さんつけるだけじゃダメなんですね。でパイプでつないだ後のここにもなんか須藤さんつけないといけなかった。私はここの 2回目で須藤さんをつけてなくて、ずっとしばらく20分ぐらいハマって苦悩してました。まあこんなもんですよ、現実的にはね。でそれは一般的なこう書き方のところではそういうのは書いてないんですね。書いてない、まあ、これをちょっとやっておきましょうか。どうでしょう皆さん、無事
スライド159のような感じにね、回答できたでしょうか。まだこうやってこう無事回答ができたっぽくなっていない方はいますか。どれくらいいますか。皆さんできましたか。おお、すごいですね。はい、こんな感じでなんか見えてれば OK ですよ。でこれ最後のスライドになって、スライド160なんですけども、うん、LS-LH で見たときに、確かにこのゲノムアナリシス TK なんとかかんとかっていうフォルダーができ、ディレクトリができていて、でそこに自分で移動して PWD で確認をして LS-LH で中身を見てるということになります。で多分これで大丈夫なはずです。でアミネフさんにこれでいいですかっていう確認をちょっと取る心のゆとりがなかったんで、ダメって言われるかもしれませんけども、ダメって言われたら私ランプにしますんで、皆さんよろしくお願いしますで、ここまでで皆さん環境構築が、一連の講習会の環境構築が無事できたということになります。で結構まあ大変だって思ったかもしれませんけど、中身でやってるのってなんかいろいろわざと消したりとかして作り直したりとかっていうことをやってるだけで、本当に必要最小限のコマンドってごくわずかなんですね。だけどこういったものがこうたまりにたまっていくと、また別の例えばプログラム、PC かなんかを買い替えたときに、一からこういう環境設定しないといけないのかっていう、ちょっと面倒くさいなって思いますよね。でこういう場合どうするかっていう話を最後にお話ししておきたいと思いますが、それがですね、よいしょ、これか、うん、これです。このバイオリナックスの OVA を用いたインストール手順というところに相当します。ここで OVA っていうファイルを導入すれば環境を移植できるよっていう、これやり方なんですね。で皆さんはでもじゃあその OVA をどうやって作るんだよっていうところが興味があると思います。でそこを知りたい、そこが知りたいんだと思います。そのやり方をここで示しますよ。皆さん今やっちゃってもらっていいんですけども、今これバイオリナックス立ち上げてる状況なんですけど、これまず閉じちゃいます。ガスってこう、まあ、電源オフでも何でもいいんでオラって閉じるんですね。そしたらこういう状況になりますよね。やっちゃってください皆さん、やってください。こういう状況、これね、こうなってますよね。閉じました皆さん。そしたらこのファイルメニューで仮想アプライアンスのエクスポートっていうのがあります。これポチッと押してあとは Yes 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 ってやっていくと OVA ファイルができるんです。あんまりでかい人だとちょっと時間かかるかもしれない。今ここでちょっと示しますよ。 OVA エクスポートってやつ今ボタンポチッと押した状態です。そしたらこういう画面が出るんで、今ここ凝視しといた方がいいですよ。これで次へ押しますよ。ボタンポチって押します。はい、押した。押したらなんかこうストレージの設定とかなんか何を書いてるのか私いちいち見てないんですけども、重要なのはここどこにできるかっていうところだけは見ておいた方がいい。で今私の環境では C ドライブのユーザーズ IU ドキュメンツっていうところにバイオリナックス8 OVA っていうファイル名でできるです。私の環境ではね、皆さんがどうかは分からないです。で次へボタンを押します。次へボタンを押す、まあ、何を言ってるのかよく分かんないんだけど、とりあえずエクスポートボタンを押すんです、ね、言われるがまに押す。はい、押した。でそうするとニャ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 って結構ねでっかいと時間かかるんですけども、ものすごくでかいと1時間ぐらいかかっちゃうんですけども、この環境だと多分10分15分ぐらいでできるんじゃないかなと。でそうして出来上がるのがバイオリナックス OVA っていうファイルになります。でそれは
大体4ギガとか5ギガとかそれぐらいのファイルサイズになります。だけどそれを1回手元に持っておけばその環境がもう皆さん手元にあるわけなんで、あとはこのバイオリナックス OVA を用いたインストール手順通りにやっていくと、いちいちあの ISO ファイルで1時間以上かけてやったじゃないですか。この OVA が手元にあってそれをなんか導入するってやると別の PC だろうが何だろうがあのバーチャルボックスさえインストールしておけば全く同じ今自分が作ってる環境のものを移植できたことになるということになります。ですからもし今日の設定で若干自信がない人、明日以降 の環境ちょっと怖いなっていう方は今日の一番最初の方のスライドになっちゃう なったような気がするんですけども、どっかに書いてありますよね、うんうん、こんなこと私言ったの覚えてますか。先ほどの最初でもうお疲れかもしれませんけど、これでスライド3です。今日の配布資料の失敗しても多分大丈夫って言ってるのはそういうことなんですよ。で私が結局昨日環境構築済みっていうものの OVA ファイルっていうものをもう用意してUSB で置いてるんですね。でそれはいろいろ配慮して150ギガしかできる人とハードが50ギガしかない人用っていうものの、ファイルを作ってる。あと今日今ほとんどの人がそうできているであろう7月23日分までの環境構築済みの OVA ファイルっていうものも一応2種類用意してる。それが USB メモリーのこのフォルダーの中でこう切り分けて置いてるんです。全部同じバイオリナックス8の OVA っていうファイルなんですね。ですから今日一生懸命作ってもそんなのなかったことにして明日の朝ちょっと早めに来てこの OVA ファイルの導入手順通りにこいつを使ってやっちゃえば私が作ったものと同じ環境で皆さんできるということになります。ただし Mac の人は今日いろいろこう問題が起こったように若干設定をし直す必要があるということはありますので、そのあたりを、のバランスをどう取るかっていうのはそれぞれ個人の思想次第ということになります。結構いろいろ考えてやってるでしょっていうことですよ。はい、ということで今日はおしまいにしようかなと思います。時間的にもちょうどいいですよね。で今日が一番ヘビーだったと思いますけど明日以降は若干楽だと思います。お疲れ様でした。